星田ショールーム5の部屋、本日のゲストはどなたですか？ゾックの神田木麻呂です。よろしくお願いします。はい、どうもです。2度目の登場ですね。そうですね。でもまあゾックに入ってからは初めてなので、楽しみにしてきました。とはいえ再登場までの期間多分一番早いぐらいじゃないかぐらいの。本当ですか？今度だって今年頭ですもんね、出たのね。そうですね、その時点ではゾックに入るのは決まってたんだけど、はい、まだ触れちゃいけない時期という。そうです。なのでなんか結構この番組ではみんなこう全てをさらけ出してるじゃないですか、まあ、なんか嘘をついてる気分だった部分もあって、せっかく出たのにもったいないからリベンジしたいなってずっと思ってたので。大森さんの話とかしてる時にちょっとうずうずしながら。そうです、はい。なので嬉しいです、今日。はいはいはい。まあね、なんとなく僕は知ってる空気を出しながらやってたんですけどね、はい、あの時は。そうですね。あれは一応だから事務所辞めて初登場ぐらいの感じだったんですよね。そうです。事務所あの時に辞めて初めてフリーになってからのお仕事が猫舌配合の部屋でした。なのでその間のバイト話だなんだとかを初解禁して、はい、今日はまあねその後の話を聞きたいっていう感じなんですけど、はい、まあ、なんで再登場になったかっていうと、ご本人からのこれね私をもう一回出せっていうまた出たいなって、はい。こんな早くかなとは思いませんでした。え、ね、まああのね、昔の同僚、はい、田村めいみさん、めいめいがまた、あ、めいめいが出たがってるみたいなメッセージが来て、私もまた出たいですって言われたんで、はい、それを伝えたらあっさり通ったんだよね。いやこんなに早く通るという計算ではなかったのでびっくりしたんですけど、はい、あれなんですよ。ただね、スマイレージ周辺出しすぎだって怒られてるんで。ああ確かに、カナナも出てました。まあね、スマイレージ周辺とゾック周辺がいっぱい出るのはしょうがないっていうね、はい、そういう番組だしっていうことで、はい、ね、どっちも被ってる、まあね、マロさんが出るのも当然という。そうですね、まあ、マロとしては初なので、うん、マロさんって呼ぶのも まだ僕ぎこちないですよく言われます。はいはいはい。まあね、短期間にいろんなことが相当あったと思うので、はいはい、それをざっくり振り返っていきたいんですけどね、はいはい、そもそもなんでこんな流れになったんですか？ゾックですか？はい、まあ、ゾックに入ることは、うん、事務所を辞めるときは全然決まっていなかったんですけど、うん、まあなんかこう、なんていうんですかね、何かを一回捨てなきゃ新しいことって入ってこないなっていうのが、うん、私の中で結構何をする時もあって、その時点では作詞家専業で行こうっていうよりは何かしたいっていう欲はあった、うん、そうです。でもそこはやっぱり音楽に携わるっていう部分に私はこだわりたかったので、うん、まあ、舞台とかお芝居とかみんなやってると思うんですけど、うん、そういうものよりはなんか音楽、うん、好きな音楽に携われる仕事ってなんだろうっていうのを結構数年模索している部分はあって、うん、でとりあえず辞めてみて、うん、こう自分の今までアップフロントだったり、うん、元ハロープロジェクトっていうものにすごく守られてきたっていうのを卒業してからずっと感じてたので、うん、それをまあ完全になくなるわけではないですけど、事務所辞めてみた時にどういうことが待ってるかなっていう、うん、ちょっとまあ賭けじゃないですけど、うん、やめてみて、そこからまあ聖子ちゃんといろんなお仕事の話は普段から相談させてもらってたので、まあ仲良かったですけどね、はい、うん、していく中でまあいろいろあってゾックに入るっていう流れになりました、うん、まあね、いろいろあってといってもね、うん、まあ真逆なわけじゃないですか、方向としては、はい、うん、今までの自分の活動と。そうですね、うん、でもやっぱ好きな音楽を作ってる人の歌を歌いたいっていうのはずっとあって、そのつんくさんが大好きだったので、うん、つんくさんの曲をずっと歌ってきたし、聖子、うん、ちゃんとも音楽で一緒に何か仕事したいっていうのが夢だったので、うん、やっぱゾックが結成された時は少し悔しい気持ちもあったんですよあのね、基本ジャラシー抱きやすいタイプですよね、はい、で聖子ちゃんの曲を歌えるアイドル、うん、ルルムを着れるアイドルってめちゃくちゃ羨ましいなっていうのがあって、はいはいはい、なのでこう、まあ、ゾックに誘ってもらえてすごい嬉しいなって思って、うん、もうすぐにやろうと決めました。まあ当然ね、大森さん大好きな人にしてみれば最高の場だと思うんですけど、はい、それと同時にまあね、非常に個性の強い集団で、うん、大変そうだなっていうのも多分どこか、うん、はい、うん、いや最初はやっぱこのメンバーと仲良くなれるのかなっていうのはすごい思ったんですけど、うん、いや今ではもう本当に毎日連絡取り合ってたり、うん、ちょっとでも時間が空いてたら、うん、あのプライベートで会ったりとかするし、すっ
っごいいい人たちだなって思います、うん、あのみんなのことを、まあね、僕は始まった時期から僕はずっと言い続けてますけどね、はい、まあ面白いグループですけど大変なのは間違いない、うん、あの続いてることが奇跡と言い続けてそうですねそんな中でね、はい、馴染めるのがちょっと心配したらそうなんですよ。意外と早い段階で、うん、あのいい感じの居場所を見つけてっていうか、はい、でもやっぱ入った時からすごいみんな、うん、あのメンバーの優しさみたいなのを感じることが多くて、うん、もっと本当に怖いと思ってたんですよ最初、うん、初めてレッスン行く時もすごい緊張したんですけど、うん、細かく丁寧にみんなが教えてくれたりとか、うん、あとそのやっぱお披露目された時に急にだったので、うん、批判的な声とかももちろんいっぱいあったんですけど、発表も何もなく配信で突然しれっと入ってるっていう、うん、はい、うん、そこでなんかこう率先してカティがマロにメロメロみたいなことを先陣切って言ってくれたことで、うん、なんかこうみんながなんかなんていうんですかね、ファンの方とかも親しみやすく思ってくれたりとかあって、うん、なんかカティ優しいなってめっちゃ思いましたなるほどね。まあでも批判の声は結構あったんですか、やっぱり、うん、ありました。やっぱりもともといたこのパート、うん、まあそのまま歌うところがあったりとかもしたので、うん、まあそういう声もあったんですけど、それ以上に頑張ってみたいなメッセージもいっぱいいただいて、うんうん、なんかマイナスの意見が気にならないぐらいに応援の声をいただいたので、うん、すごい楽しくずっとやってます。ちなみに今日はね、出現しないようにソフトドリンクでお届けしております。そうなんですよ前はあの一人だったんですけど、今日はメンバーも背負ってるのでデリケートな時期ですからね、はい、出現しないようにこれにしました、うん、私がまた出たいって言った時に僕が返したのがね、それですからね、はい、なぜこのデリケートな時期にって、はい、こっちも気を使いますよっていうね、すみません、探り探りいきますけどね、はい、でもお酒は最近相当飲んでるっぽいじゃないですか。そうですね、ライブ10月1日のライブまで禁酒していたので、うん、その日の夜から毎日飲んだくれてますね、うん、飲んだくれて、はい、結構なレベルで、うん、結構飲みます。家に常に常備してるので、うん、お風呂上がりとかあと暇な時とか、うん、あとメンバーとも飲み行ったりするし、うん、結構お酒はずっと飲んでます ね、今日もてっきり飲もうと思ったんですけどね。はい、今日はちょっと練習気をつけないとね生放送なんではいはい、はい、でも好きだった大森さんとその同じグループとして接すると何か変化とかありますか、はい、そうですね、でも私アイドルとしてやってきた年数はすごく長いんですけど、うん、あの元々ある既存のグループに入るっていうことが、うん、本当生まれて初めての経験だったので、うん、なんか毎回わあの時見てたこの曲を歌えてるみたいな、うん、こう不思議な気持ちがあって、うん、なんかこうライブしたりレッスンするたびに夢のようだなって毎回思っちゃいますね。それこそオリジナルだけじゃなくて大森さんのカバーもあるわけで、はい、それも感慨深いわけですよね。いや、めちゃくちゃ感慨深い。大好きでカラオケで散々歌ってた曲を、そうですね、ステージで歌ってるっていう。ツイッターにも書いたんですけど、その聖子ちゃんがマジックミラーを中野サンプラザで初披露したライブにお客さんとして見に行ってたので、うん、中野サンプラザのライブでマジックミラーを歌った時に、うん、なんかすごい泣きそうになりました、うん、考えると、まあ、中野サンプラザっていうのはまたね、いろんな意味で別の思い入れも山ほどある会場なわけで、いやなんかこ、いやなんて言うんだろう、またここでこうやって歌えてることって幸せだなっていうのをずっとしみじみ1日は感じてました。だってそれこそサンプラザって何回出てるんですか。まあ単独では全然ないっていうか、単独では多分立ったことがないと思うんですけど、ハロコンで、はい、ハロコンで毎年、うん、お正月と夏、うん、立っていたので、もう小学4年生から20歳か21歳ぐらいまではもう毎年中野サンプラザには立ってました、うん、全く別の中野サンプラザ、全く別でした、うん、いやーなんか中野サンプラザはハロコンのイメージがあったので、うん、自分たちの力で立てたって感じたのはゾックのこの間が初めてだったかもしれないので、うん、今までよりも感慨深いものがありました、うん、
こは配信では見てたんですけど、はい、初ですよね。でもね、まあお客さんの前ではなかなかできないまま、はい、ずっと活動していた、はい、まあ、時期が時期だったっていう、うんうん、初めてゾックのファンの方の前でライブをして、うん、いやめちゃくちゃ緊張しました、うん、でもライブってライブの感覚、こう1本ライブやることはなんと5年ぶりぐらいだったので、うん、あ、こんなに楽しかったんだって思いました。でもまあ不思議な時期に、それこそね、コロナのタイミングぐらいで加入し、はい、うん、配信でお披露目し、はい、まあね、かなり触れづらいですけど、軽く触れますけどね、まあ、その後ゾックが大変なことになってるじゃないですか、うん、はい、どういう心境だったんですか。いやー、なんか最初はあのお披露目の前は、うん、こうツアーの最初、ツアーの初日から帯同する予定だったんですけど、うん、まあコロナで延期になったりして、うん、このままお披露目のタイミングが微妙だから加入なしにしようかなとか思われてたらどうしようみたいな、すごいあって、ここまで来た夢がまたなくなってしまうのかっていうドキドキがあったり、うん、それこそこう加入してからライブ中止になったり、いろいろ活動休止があったりで、なんか私が入ったせいでこうなっちゃってるってみんなに思われてるんじゃないかみたいなのがすごいあったので、それは全く関係ないですよね。火種にはなってないはずって考えすぎて、それをすごい早く入ったから流れ悪くなったぞって早めてよかったかなとか考えたんですけど、まあそういう意見も、うん、あの中野サンプラザで覆せるようにしたいなと思って練習はしてきました。私入った途端に活動休止は結構なショックですよね。そうですね、うん、わーって思いました、うん、お客さんの前で初お披露目したいなって気持ちが最初あったから、うん、配信に変わった時は、うん、最初はショックだったんですけど、うん、配信してみたらなんかこう配信だったことによって、うん、いろんな人に見てもらえたのって、うん、まあ、いい形だったかなって今は思います。ちょうど活動休止発表の前ぐらいかな、何の意図もなくブロディでカティのインタビューが決まってて、はい、その日が近づいていくうちにどんどんなんか大変なことになっていて、うん、これ取材あんのかなと思ったら普通にそのままあって、あ、はい、ね、ほんとこんな時期ですいませんみたいな話をして、うんうんうん、当然その件にも触れることは触れて、はい、うん、まあね、僕もものすごい言葉を選びますね。そうですね、うん、まあ、でもカティが腹くくってる感じっていうのがその時に伝わって、うん、ネットサイン会とかでもなんか見えてたけど、はい、それが伝えられる記事にしたいっていうことでやって、うん、よかったんですけどね、はい、心強いです、うん、ね、はい、逆プロモーションになったんですかね、うん、まあ、そんな大変な時期を経て、はい、なんか変わった部分はあるんですかね、グループとかね。グループですか、でもそれこそこの会えない時期にどういう新しいことをしたらなんかファンの方が喜んでくれるかとかを結構メンバーは考えて、積極的に考えていて、そういう姿を近くで見ていて、なんかゾックってやっぱそれこそ私も旗から見てた人間だからこそ本当になんか怖いとか近寄りがたいみたいなイメージがあったけど、誰よりもあのお客さんのこと考えてるんじゃないかなっていうのを一緒にいてすごい感じます。歯切れが悪いなってね、悪くなりますよそりゃ。この件を歯切れよく話したら確実に事故ります。はい、言葉を選びながらね、はい、やりますけどね、はい、でもね、なんか西井さんが泣いてる感じとかちょっと良かったですよね。そうですね、うん、みっちゃん、みっちゃんのソロの曲とかもすごい、みーちゃんが頑張ってるだけでなんか泣けちゃいます。うん、まあね、前からそうなんですよね、あの人は能天気に見えて、うん、どこかね、はい、あの涙もろいというか、うん、大場所に立つとだけ意外と泣いてるイメージありますね。すごい、うん、でもああいう感じに見せて、うん、なんか実はしっかり考えてたり、うん、で人が落ち込んでたり泣いてるのを笑って、うん、はないんですよね、うん、それがなんかみっちゃんのいいところだなっていうのを結構最近思う機会が増えました。最初のゼップの時とかね、背中向けて泣いてたのがちょうどいいですよ、すごく。
チェキ取りに行くと分かるけどみんな良い子ですよ。そうなんですよ。僕がそのゼップの時に印象的なのが、はい、確かそれ9月10日ぐらいで、あの僕のね多分誕生日から1週間ぐらい経ったんですけど、はい、あの最後に挨拶に行った瞬間にメンバー全員でハッピーバースデーと言われて、もうとっくに過ぎてるから言い過ぎしようって言ってるのにちゃんとやりきるような、はい、いい子たちっていう、うん、顔見た瞬間にそれ出るんだっていう、ね、すごい、うん、っていうの思いましたね、はい、まあ、それぞれ僕も交流はあるけれども、うん、あのそれぞれのメンバーの話とか聞いてもよろしいですか、はい、うん、いやでも、うん、誰からさ、じゃあカレン、カレンちゃんはあのもともとハロープロジェクトが好きっていうのを言って、ね、引きこもりでずっとキュート踊ってた人ですからね、はい、いるのを聞いてて、うん、その聖子ちゃんにメンバーに会う前になんかみんなと仲良くできるかなみたいな相談してた時に、うん、まあ、とりあえずカレンはハロータだから大丈夫だよって言ってディスクリプトが間違いなくあるっていう、はい、たんですけど、うん、あの初めて会った時にめっちゃ一番冷たかったんですよ、はい、で、え、この人ハロータだったんじゃないかなって思ったら、うん、なんかあの後々聞いた、はい、聞いた情報によると、うん、もうハロープロだった人って思わないようにしよう、うん、思わないようにしようと思ったらめちゃくちゃそっけなくなってしまったみたいなのを聞いてあの冷静になったら私がおかしくなっちゃうから、はい、ひたすらそうやって、うん、知らない人だ知らない人だみたいな、はい、面白いなってなると、まあ、やっぱ常に何をするにも全力、うん、熱い人っていうのが、うん、結構どのグループでもそういう人って自然といるものなんだなって思いました、うん、結構グループに一人は熱い人っているじゃないですか、うん、それがカレンちゃん、本当ファイターレッドって感じ、真面目で、うん、うん、真面目で、でも意外とおっちょこちょいで抜けてる部分が最近は見えてきて、うん、そこが面白いですよ、そこをもっとみんなで見せていきたいですあのだからちゃんとしたイメージが強すぎて、だから僕も実はね、あのミス ID 受けてる時から交流はあるけれども、そんなに何だろう、付き合いがないのは多分そういうところなんですよね。あの好きというか、他の人たちもうちょっとむき身な部分が見えたりするから、うんうん、自然と距離は近くなるんですけど、そうなんですよね、ちゃんとしてらっしゃるというちゃんとしてますはいはいはい。で西井さんは、にっちゃんはそれこそゾックに入る前から面識はあったんですよ、うん、でも遊ぼうみたいな話はしてたけど、うん、結局遊んだことがないから、入ってから連絡先みんなで交換しようってなった時に、うん、あ、にっちゃんそういえば LINE にもともといたわみたいな感じになって、でにっちゃんはその前から交流があったから、うん、なんかにっちゃんのおかげでみんなと喋りやすくなった最初は、うん、っていうところがすごくあったり、あとはまあ、埼玉、うん、埼玉出身同士なので、うん、埼玉スーパーアリーナの近所とね、はい、公言している、共通点もあったりで、うんうん、で猫も飼ってるので、うん、2人とも、うん、よく話しますね。最初の方は結構にっちゃんと2人でレッスンだと遊びに行くことが多かったと思います。あの人の、まあ、才能ですよね、その人との距離を、はい、あの一気になくす、うんうんうんそうですね、でもなんか言うべきこととかがすごいビシッと伝えてくれたり、うん、スタッフさんに頼もしい部分もあって、なんかいろいろ乗り越えてきた人だなっていうのをすごく思います、うんうんうん、カティはどうですか。カティはもう一番最近は一緒にいることが多くて、うん、それこそ最初カティがなんて言うんだろう、なんかあんまりカティと喋れるのかなっていうのすごい思ってたんですけど、最初どうだったんですか。あの人ね、最初メンチ切ったりするようなタイプだね。あ、でも初日からあのメンチは切られずに、初日からレッスンの後に一緒にご飯、うん、あの2人じゃないですけど、うん、行って、まあでもカティってどっかね、あの、はい、私の聖子ちゃんみたいな感情が一番強い人だから、カレンちゃんに、ね、あのボソボソって話して、それをカレンちゃんが伝えてくれるみたいな感じでのコミュニケーションだったんですけど、うん、まあそれこそカティのことが一番怖そうだなと思ってたのもあって、うん、実際の全然赤ちゃんみたいな部分とのギャップにびっくりして、私 もうカティがすごい
可愛いなっていうか愛おしいなって思うようになってきて、そこからどん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 仲良くなって、うん、もう2人でもうご飯行ったりするし、一番2人で会ってる率が高いですね、うん、でも仲良くなったなって時にゾメティで写真をあげたりするのが、うん、チャラいなと思いますあくまでも仲いいのはこっちでしょう的な空気出されるでもみんなのことを一番考えてくれてるんじゃないかなっていうのをすごい思います。グループのために、うん、あのライブの時に参戦服みたいなのを、うん、ゾックの公式でみんなで自分の T シャツを着てこういう風にアレンジしてねみたいなのを載せたんですけど、それもカティがライブの前を盛り上げようよみたいな、楽しみにしてくれてる人たちを盛り上げようってことで企画してくれたりして、すごい頼もしいなって思います。それを支えられるようにしたいなというのも思います。本来はね、だからカティがここに出るべきだとはずっと言ってるんですけど、うん、なかなかねこのズームの機会になっちゃうと、あ、彼女がここに戻ってきた感の味わいがなくなるっていう、まあはいね、一時期ここに住んでいたことがある人として、うん、はい、そんな唯一の存在として出られるわけでっていうね。大森さんも聞いておきます。はい、うん、まあ、大森さんはずっと言ってるように私はずっと崇拝していて、うん、はい、もう音楽に何度も助けられたし、うん、大森さんの曲がなければここまで音楽をやりたいってことにこだわってないで、うん、なんかしれっと引退とかしてたかもしれないなっていうのは結構思うので、すごく助け、あのファンとしても助けられたし、こうやって今を作ってくれた部分でもすごく助けられて救われているので、うん、うん、もう何と言っていいかわからないんですけど、本当に神のような存在です。人生を変えた存在であり、はい、うんうん、そうですね、こういう、なんて言うんだろう、音楽好きになったのも、うん、もうかまってちゃんとか聖子ちゃんの曲がきっかけだったので、うん、もうその聖子ちゃんに出会ってなかったら全然こういう自分、今の自分はなかったかなって思います、うん、まさかね、こういう風な関係になるとっていう、はい、大森さんに最初このプラン聞いた時にそれは絶対に面白いと思います。嬉しいです福田カノ入れようと思ってるんですよ、はい、それは楽しいですっていう。よかったです。そして新メンバー、はい、リコちゃん。リコちゃんはもともと共犯者の一人として、たまにステージに出てる、ね、はい、ライブに出てるのを私もこう見ていたりとか、うん、あと振り付けもリコちゃんが全部やってくれてるので、うん、先生とあのメンバーとして、うん、あのシネマジックとかの時から会ってはいたんですけど、うん、やっぱなんか私はまあ、今までと比べるわけではないですけど、うん、ダンスがこんなに楽しいなと思えたのが、うん、リコちゃんの振り付けに出会ってからで、今まではもうダントツで歌が好きだったんですけど、うん、今はこんなに歌を伝えることにおいて、うん、ダンス一つ一つの仕草ってこんなにも意味があって一個も手を抜いてはいけないんだなって今更なんですけど、死ぬほどダンスやってきた人じゃないですか子供の時からってのすごい思って、なんか前はあの歌えればいいやっていうのがあったし、うんうん、歌うときにダンスを大きく踊りすぎて歌がぶれちゃうぐらいだったら少し抑えたいっていうのがあったんですけど、今はもうどっちも全力でやりたいな、のためにはどうしたらいいかなっていうことを考えるようになったし、まあ、あのドラドローのカバーをあの族でやってるんですけど、ダンスがすごい激しくて、こんなダンスしてるアイドルはいないんじゃないかっていうぐらいの振り付けをリコちゃんは考えてきてくれるので、踊っててすごい楽しいです。多分それなりにダンス激しいグループで活動してきた人だと思うんですけど、はい、でも全然違いますね別なんですか、今まではやっぱり文脈が違うのかな、ビート刻んでなんぼだったんですけど、やっぱゾックは全然そういう細かく刻めばかっこいいっていうわけでもなくって、ハロはとにかくもうリズムをどう叩き込むかっていう、ね、うん、歌もそうだし、はい、今はやっぱりリズムを刻んじゃう方がちょっとかっこ悪く見えてしまう部分も結構あって、そこはもう10年以上やってきた癖があるので、うんうん、この期間今はライブがないので、うん、一旦全部捨てる期間にしたいなっていうのは思っています。超大変じゃないですか、このキャリアある人が
そうですね、まず一旦リセットしなきゃいけない。でも次に進むには一回全部技術を捨てるしかないというのを、うん、田村めいみちゃんにきつく言われたので、うん、めいめいに言われたんですか、それ。はい、私が成長するためには一旦全部技術を捨てるっていうのを言われて、でもそれは本当にそうだなってすごい思って。めいめいもそうだったんですかね、もしかしたら。めいめいはそうですね、全く違うね路線に進む、はい、ミュージカル的なこととか、うん、昭和歌謡的なこととか、そうですね、はい、それやる上では多分、うん、ハローの文脈でははい違うんじゃないかみたいな。そうです、めいめいももうよくあの活動してない時間は、うん、死ぬほどいろんなレッスンに通ってるのをそばで見てきていて、まあ、そういうのもあって本当に説得力ある言葉だし、うん、まあ、自分でもすごくあるんですよ、その、うん、ゾックはキャリアとか経験が必ずしも有利になる場所ではないと思ってて、やっぱみんながこう何も考えずに飛び込んでいける部分とか、うん、挑戦できることに失敗の経験があったりすることだと、うん、とどまってしまって声が出なくなったりとか、レコーディングでも思い切ってできないところがあったりして、うん、なんかそこが意外と今の課題なので、本当に一回全部取っ払ってゼロから学び直したいです。そんなね、どう考えたって誰よりもキャリアがあり、誰よりも多分ステージ度胸的なものもあると思われてるはずが、いやーなんか、うん、歌音程は取れるかもしれないですけど、うん、やっぱ落ちサビのカティとかのエモさ、うん、でもあれは経験が出せるものじゃなくって、カティなんてね、言っちゃえば地下アイドル経験も短いし、うん、いや本当にでも尊敬、多分歌も得意だったはずの人ではない側だと思うんですけど、はい、心で響かせるものがあるので、うん、そこは私はなんか経験とかが一歩止めちゃってるんじゃないかなっていうのがあるので、うんうん、それを、まあ、改善して族に入ってからには、うん、もっと上に行きたいですね、はい、でいいですね、そこでめいめいのアドバイスが効いてるっていうの結構効きますね。リハの映像とか送って、うん、これどうかなみたいなのも結構効きます、うん、それはなんだろう、やっぱりね、まあ木としては後輩でも、うん、そういう尊敬できる何かを持ってる人みたいな。そうですね、うん、やっぱ同じグループじゃなくなった今、うん、あの本当になんか私めいめいは完全に女優の道に進んでいて、うん、で私は今アイドルじゃないですか、うん、お互いがやっぱ私は女優さんになりたいと思っていないし、めいめいもアイドルをやりたいと思ってないので、うん、なんかこう互いに尊敬し合えるというか、うん、羨ましいなみたいな、ひがみとか、うん、そういう部分がゼロになったんですよ。やっぱ同じグループだと悔しいとかがお互いにあったんですよね、ここの歌割り歌いたかったなとか、それがゼロになった今、うん、もう本当に最高の関係になれてるので、うんうん、なんか私も素直にアドバイスできるし、メイもいっぱいアドバイスしてくれます。さっきも言いましたけど、やっぱ福田さんといえばジェラシーっていうイメージです。はい、そうなんですよね。でもそれがすごい今まで、うん、活力っていうんですかね、ですよね。それでやってきました。これなんで私じゃないこの子がやってるんだろう、うん、悔しい、うん、じゃあ私も絶対これを超えてやろうみたいなので、うん、ずっとやってきたので。だってそれこそね、前回の GO の部屋に行ってたもんね。はい、あのなんであやちょなんですか。そうです。GO の部屋には私の方が合うみたいな。はい、そうなんですね。そういう感じだったけど、はい、今回も私もまた出たいだったし、ないな。ジェラシーで全然悪いことじゃないと思うんですよ。はい、それを今は結構プラスの方に、うん、あの使えるようになってきたんですけど、うん、やっぱ小学生とかの時はだいぶ、うん、それのせいで気が強かったなと思います。それはエッグの人たちとかに対するジェラシー、うん、そうですね、未だに言われます、怖かったみたいな、うん、そのジェラシーはもう全方位に向けてたわけですか。うん、あの先輩とかはもちろんないですけど、うん、同期、研修生全員が敵だと思っていたので。その辺の発想は最高ですよね。はい、で誰が先に抜けるかわからない状況で、うん、仲良くしてる暇がないっていうのをずっと思っていて、うん、なんか注意、同期の子に注意されたりしたら、うん、注意できないぐらい上に行ってやるみたいなのを常に思ってました。でもそれで順調で多分ね、ステップアップしていった上ですよね、はい、そうですね、うん、で多分その感情があったから、で多分こういう感情の持ち主がいろいろ言ってたから、アイドル戦国時代が面白くなったはずだというのは多分前回も言ってたような話で、はい、
間違いないと思うんですよ、はい、ありがたいです、うん、こういうジェラシーむき出しの人が、はい、あのよそのグループにまでジェラシーを抱いたっていう、うん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 、そうですね、みんな違ってみんないいというのはやっぱ若い頃はあんまり理解できないじゃないですか、うん、みんなに勝ちたいっていうのが先行しすぎて、うん、もうジェラリーまくってました、うん、なぜあのグループなんだろう、うん、常に何かに思ってました、うん、やっぱでスマイレージがなんかあの外の対バンとかに出るようになってからは、うん、対バンといえばスマイレージなのになんで他のグループが出てんのみたいなのも結構ありましたですよね、はい、多流試合担当だったはずなのにっていう、うん、なぜ先輩まで戦い始めてんだっていう、そうです、もうそのジェラシーがすごすぎて、うん、シンデレラの生まれ変わりっていうキャラをやってたんですけど、うん、ディズニーランドを SNS に上げてる人にまですごかったんですよ、もう広すぎますよ敵が、なんで撮ってんのみたいな、大体撮ってますよアイドル、そうです、でもそれがあのヒアルロンリーガールの、うん、あの歌詞、うん、になっているというのを聞いて、いやそれも無駄じゃなくて思いました、ディズニーといえば私なのに、そうなんですよなんでなんか私より詳しい感じでいないでみたいな、うん、思ってたし、いちごすごい好きだったんですけど、うん、他のメンバーがいちご乗せてると、うん、今年のいちご取らないでよみたいなのはありましたグループのいちご担当は私なのに、はい、うん、それぐらい、すべてに、すべてに、はい、でもそのジェラシー抱いてたね、うん、ももクロとも再会したわけじゃないですか、はい、つい数日前に、そうですね、東京アイドルフェスティバルで、うん、まあ、私アイドルを辞めてからももクロに、うん、ファンとしてモノノフとしてすごくハマったんですよね、うん、そうか、それもやっぱり嫉妬の感情が抜けた瞬間に、うん、だと思います、もともと好きだったんですけど、うん、なんかこう暇になったのもあって、うん、どっぷりハマって、うん、改めてももクロの凄さに日々驚いていて、ライブとかにも行ってたので、うん、なんか一緒にデビューした仲間とは思えないぐらい、この間もアーリンだって、かなこちゃんだみたいなのずっとみんなに思ってて、うん、でもみんなが覚えてくれてって普通にもう当たり前のテンションで向こうから、うん、久しぶりみたいなの来てくれて、うん、本当に天使のような人たちだなって向こうも当然同志としての意識がすごいありますからね、はい、同じ時代を戦ってきた仲間っていう、結構そのいろいろあってコロナで、うん、誰でもが見れる感じじゃなかったんですよ、うん、の一緒に出演してるステージも、うん、あそうかそうか、出演者であっても、はい、袖で見るとかとも なかなか難しい、絶対ダメみたいな感じで、うん、でもカティがすごいももクロさん、うん、大好きですね、っていうのを知ってたので、うん、なんか絶対に合わせてあげたいみたいなのがすごくあったんですよ、私も、うん、そうか、あの控室とかに挨拶行くのとかもなかなか躊躇する感じ、絶対に近くで見せてあげて、うん、なんか何様だって感じなんですけど私同期だから全然いけるんでいやなんか見せてあげたかったんですよ、本当に、うん、で、はい、結構あの川上さんに会えたので、うん、どうしても見たくてっていうのを伝えて、うん、見せてもらいました、うん、で、ようやくカティも会うことができて、こっちから言わなくてもかなこちゃんがカティに気づいて、うん、あーって言ってくれてて、ちょうどね直前のブロディでね、はい、ももクロへの熱い思いを語ってたんですよね、うん、いや本当に、しかもそのゾックに入ったっていうことを私が別に知らないだろうなと思ってたんですけど、うん、なんか一緒だから会えるかなって探してたんだよとかを言ってくれて、うん、なんかこうあそこまで夢になっても、うん、いろんな幅広くちゃんとアイドルをまだ見てるっていうのが、うん、尊敬しました、うん、ジェラシーね、私みたいに嫉妬を抱いたりしないのかな、はい、もうこんなに心が綺麗にいるんだと思いました良かったですね、なんかね、それこそだからたまにももクロと話してもやっぱりその時代の人たち、うん、スマイレージとか女子流とかに対する思いやっぱ特別なのは伝わるんですよね、はい、うんうん、いやでも10年前の TIFF と同じセットリストを前半は、うん、ももクロがやってて、うん、それを近くで見入れて、それこそ当時 TIFF の走れがバズって有名になっていくのをそれこそジェラシーで見ていたんですけどだって要はあの頃の TIFF っていうのはアップフロントが絡んでなかったんですよね、全く出てなかったんです、うん、出てなくって TIFF でこうももクロが結構いろんな人に知れ渡っててすごいいい評価をもらったじゃないですか、うん、で結構そこからあっという間に有名になってた感じがあったので、うん、翌年には出なくなってましたからね、その
時の感じの気持ちとか思い出したり、うん、そうですね、あの時のアイドル戦国時代のあの時のアイドルにとっても走れって結構思い出深い曲なんじゃないかなってすごく思いました、うん、 そこでもう一回10年ぶりに歌っていう、はい、うん、僕が覚えてるのが2010年にまあももクロが出て、11年にティフに僕が行った帰りにももクロのインタビューやってるんですよ。で今ティフ行ってきたんですね、はい、そしてすごい羨ましがられて、うん、私も行きたいみたいなことを桃田さんがずっと言ってて、はい、本人は出たいけどももう規模としてあそこがもう受け入れられないくらいになっちゃったから、でだけで本当に本人の希望としてはいや私もやりたいのに、うんうん、で川上さんが現場行っててずるいってずっと言ってて、うん、それがまあねオンラインになったことで出れるようになったと、はい、ことを思いました。すごくすごいもうすごいステージでした。だからあの時のアイドルでまだこういう形で出てるのが、うん、あやちゃんもアイドルではあるけど、ティフに出る感じのアイドルでは出たら一室で爆笑しますけどね。もしかしてももクロと私だけなんじゃないかと思って、うん、いやもう一度一緒にゾックとして同じステージに並べるように気合い入れ直そうと思いました、うん、見たいですね。でもね、はい、いや見たいですよ、今のあやちゃんと今のももクロとゾックの対話とか。でもね、今のあやちょとももクロと女子流は夢見る15を年末にやってたんですよね。それ見てて、うわそれもいいなってすごい思ったので、うん、またやりたいです。何かで。はい。ね、僕がそういえば全然関係ないんですけど、そのアイドル戦国時代の、ね、研究活動はずっと続け。前出た時もその話を起こりましたけど、はい、それがイベントにまで発展し、ね、各グループの運営の方とトークイベントをやったんですよ、うんうんうん、ちょっと前にその辺の話とか聞いたりしてました。全然してないです。全然です、はい、まあ、山田さんにも出ていただいて、はい、あの SKE の湯浅さんと川上さんと、うん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 、あと当時のイベントを組んだ日本放送の方とで、はい、そのイベントがあったことは知ってたんですけど、その内容は聞いてない、うん、面白かったですよ。やっぱりあの話はいくら掘っても新ネタは出てくるし、そしてでもやっぱああいう時に、うん、マロ必要みたいなね、嬉しい、意外とやっぱり運営の人にとっては意外と忘れちゃうんですよね、うん、だって皆さん 3組ともですよ、2 days だったこと覚えてないんですよ。ああ、そう、え、2日目なんかありましたっけって言われて、ありましたね。それぐらいの感じだったんですよね。いや懐かしいです。そうそうそう、ああいうイベントもやっぱ今年はいろいろあってできなかったじゃないですか、コロナとか、はいはい、なのでやりたいのってすごい思いました。今年のももクロ歌合戦出演アピールすれば出られるかもとかね。もう出たいです、うん、ゾックで、ね、今度はメンバー版をやってほしい。むしろメンバーの方覚えてるのか何なのか、いやどうなんですかね。福田さんが特に覚えてる人なんだけですかね、うん、私は結構覚えてるけど、みんなは覚えてないんじゃないですかね、わかんないけど、うん、人によって、うん、あやちとかはさっぱり忘れてるし、綺麗に抜け落ちてる人で、ね、はい、面白かったですけどね、うん、ですけど湯浅さんはうちが負けてるとかブブカに書かれたけどうちは負けてないっていう話をずっとしてたんですけど、僕何人かメンバーに聞いて、はい、メンバーは敗北感を感じてたんですよ。いやでも SKE さんはテレビに結構出てたから、うん、で AKB さんがわーって時だったので、私たちは、あ、本物だみたいな感じはありました、うん、基本はそういう感情なんだけど、山田さんが戦いだというふうに、うん、叩きつけてたというふうに、懐かしいです。ね、軍隊だった時代の、はい、軍隊時代のね、でもアイドル時代に軍隊を経験してるわけじゃないですか、はい、ゾックは本当に全然別ですか。もう全然別ですね、やっぱ年齢もありますけど、うん、やっぱみんな一応大人だし、うんうん、それに一回グループを経験しているので、うん、私はここは全力でみんなの中に入っていかなくていいんだとか、ここはみんなと一緒にならなきゃいけないんだっていう、うん、なんかバランスみたいなのが分かってきたので、うん、っていうのはあります。でも結構ゾックにいて思うのは、
まあ、それこそ私が前行ったアンジュルムとかよりゾックの方がこう自由に見えるじゃないですか、うん、でもなんか上の人から言われることは本当に全然ゾックはないんですけど、うん、みんなそれぞれがゾックの誰々であるためにっていう自分になんかこうルールっていうんですかねをすごいあの決めてる感じがあってそこがやっぱなんか大人だなっていうのをたまに思います、うん、ですね、うん、で多分向こうはちゃんと上がピシッといってそうですね、そこがやっぱそれを守るっていう感じだろうけど、はい、うん、うん、スマイレージの軍隊発言を山田さんの生配信で聞いたら福田の記憶違いじゃないですかって言ってた。いやでもこれは絶対言われてあの私のお母さんも覚えてるんですよ。契約の時に言われたんです、うん、今までが部活だったらこれからは軍隊だと思って契約の時に言ってんだ。契約で言われたんですよ。だからママにも軍隊なんだってみたいな。しかもなんかちょうどアーミーみたいな服着ててその日に、うん、まあ、軍隊だって思いました。意外とね、山田さんが忘れてるんですよ。そうなんですよ。山田さん、自分が怒ったこと結構抜けてて、私はもう忘れられないぐらい覚えてて、うん、まあ、それが生かされている部分もありますけど、うん、しばらくは山田さんに怒られないためにやっているのかとか思う時もあるぐらい、山田さんの言葉はずっと残ってます。それこそ日本放送の人とかも山田さんに完全にビビってたのに、うん、山田さんは全てを忘れてるんですよ。はい。そんなきついこと言った記憶もないって。に関してもあのまた別のジェラシーですけど、うん、あの2期メンバーとか3期メンバーとかには、うん、いや山田さんのあの厳しさを経験してないのにこの仕事は早いよみたいな、なるほど、ね、思うことはありました。1期はこんだけハードな思いをして、はい、でメンバーが抜けた後の地獄も味わいとかしてきてるのに、はい、うん、お前らなんでそんな平和な。え、そうなんですよ。こうもすごい思ってました。まあ、今は思わないけど、うん、当時はありました。あんなに怖い経験したのに、うん、なんでみんなはしないのみたいな、うん、ありました。まあしょうがないですよね。はい、貧乏くじ引いた感がどこかあって。はい、2期は許して。山田さんは忘れたふりしてるだけで、ね、意外と忘れてますよ。本当に忘れてるっぽい時あります。うん、でも関係性すごいいいじゃないですか。それこそ山田さんがこの番組のゲストに来た時に、はい、あのズームになってから、はい、ゲストを片っ端から呼ぶみたいなことやったら、なぜかねあの自分とこの事務所の人だけ呼ぶのかと思ったら、はい、しれっと紛れてたじゃないですか。 あれはなんか本当に間違えて間違えたんですか。 URL が私に送られてきちゃって。手違いなんですかあれ。なんかズーム飲みだと思ったんですよ。でなんか誘われとるわと思って普通に入ったら配信されてて、うん、えみたいになって、まあ、たまたまあの日は家で撮影してたので、うん、まあ、メイクとかもしてた。あ、そうか。で完全に気を抜いてる状態 で、 そうです。えこれ配信なのって思いました。うん、すごいね山田さんと思ったんですよ。でなんかそうなんです、うん、ズーム剣さんとか山田さんとかとの、うん、なんかズーム飲みとかなのかなと思って、うん、軽い気持ちで入ったら配信でした、うん、普通に GO の部屋の最中で、はい、僕としてはだからね、本当に事務所かっていうかね、別の会社なのに、はい、普通にこの会社の配信に出て、うんうんうん、でなおかつあやちょっと同じ画面にいる奇跡みたいに、はい、僕はテンション上がってたんですけど、ただの事故だったんですね。事故です。まあでもあの時も、うん、フリーってこんなこともできるんだなって思いました。ね、誰に怒られてもなくって、はい、あやちょっとの共演エモかったってね、いや、うん、普通はそう思いますよこっちは。そんなですけどね、あやちょっとなんかみんなが思ってるほどの関係じゃないって言うんですか。みんなが思ってるほどの関係じゃないですか。みんな思ってるほどのなんかその不仲でもないし、うん、普通に連絡取るし、うん、まあ、ゾックのライブも誘ったんですけど、うん、まあ、そんな日はお仕事があったので本当かわかんないですけど、うん、お仕事があったみたいで、うん、まあでも URL は送ったんですよ配信の、うん、で見てくれてることを願います。うん、まあ面白い関係だと思ってますよ僕は。そうですね、うん、うん、いやでもあやちょが活動家かアイドルかっていうこの肩書きを迷ったっていうの言ってたじゃないですか、うん、それをアイドルにしてくれたことで、うん、なんか私もエイジズムみたいなものはあんまり好きではなかったんですけど、うん、この年齢でもアイドルっていうのを続けてくれる人がいるっていうのが結構あのゾックをやる時の背中を押された部分でもありました、うんうん、年齢とか別にねそんな一律で区切られるようなものじゃないじゃないですか、うん、全然いつまでも向いてる人は向いてるし、はい、
若くして向かなくなる人もいるし、うん、それぞれのなんか資質の違いでしかないっていうか、うんうんうん、ねアイドルしてこうやってちゃんと高い人はそれはいくらでもできるだろうし、はい、でもあの年齢で物事を決められたくはないんですけど、うん、25歳に見えないねとかは言われたいそこは、はいうん同僚的な関係ですかね。何なんですかね。もうちょっと複雑な何かが絡んでる気がします。意識はすごいしてるっていう。9歳から一緒にいたので、うん、ライバルだったところから同じグループになって、うん、また別になってっていうのがちょっと普通の関係では言い表せないものがあります、うん、だからそれこそ本当にまだ自我が芽生える前から一緒にいて2人ともね、だんだんそれこそねマロさんが大森さんに目覚め、うんはい、向こうが美術に目覚めで、うん、どんどん道が違う方に進んでいくっていう、ねうん、私はでも自我が芽生えるのが、うん、みんなより早かった気がしてて、うんうん、なのでやっぱ最初はなんかかまってちゃんとか聖子ちゃんを聞いてることを周りが理解してくれないっていう環境が最初はすごく辛くまあ多分同じぐらいの年齢のあの事務所の女の子たちにはちょっと違う文化すぎて、うん、そうですね、うん、なんか死ねなんて入ってる曲聴いてるなんて怖いみたいな感じの見られ方がすごくあったんですけど、うんうんまあ、今はそれがいろいろこういろいろあって形になってよかったですまあね中二病的な扱いを多分複雑にされると思いますけどね、うんうん、でもどうなんですか、その和田さんがどんどんああいう独自の道に進んでいくことはどういうふうに見てるんですか、はい、まあでもよく言ってるんですけど、うん、全然また人と全然考え方が違うですよね。のででもまあああいうふうにこう声を上げることがすごい希望になってる人たちっていうのはいっぱいいると思うし、それこそアイドルアイドルのあり方についての対談、うん、ミキティ訪問との対談とかも見させてもらって、はいはい、やっぱでもそこでも結構私とは違うなっていうのは思いました、うん、どっちが正しいとかは本当にないんですけど、あやちゃんはこうルールから解き放たれたくて、その形もまたアイドルとしてアイドルの枠を広げたい、うん、でも私はあのアイドルであるのならば、自分の中で決めたアイドル像というルールを自分で自分に、うん、あの縛って守っていきたいっていう、アイドルの様式美みたいなものが好きで、はい、そういうものをやっていきたい。そうです、ね、お人形でもいいっていう変な話、うん、それぐらいだったので、人形を押し付けられたら嫌かもしれないけど、はい、自分からそっちになる分にはっていう、ね、うん、そうですね、自分の中で決めた、うん、今もだからこうゾックのカンナギマロはこうっていう、うん、ものに自分の中でルール決めたかったり、うん、ハロープロジェクトの時はハロープロジェクトのアイドルはこうであるべきみたいな、うん、でもそこにはまれなくなってきてる気がしたので、その枠を広げたいっていうよりは自分が出るっていう道を選んだっていうところが私たちの違いかなっていうのはあります、うん、でもああやって広げることがやっぱアイドルの中で勇気になってる人は本当にいっぱいいると思うので、うん、違う活動ではあるけどすごいなと思って見てはいます。どっちが正解とかじゃないんですよね、うん、どっちも正解とも言うっていう、はい、うん、それぞれが正解にしていけばいいだろう。そうですね、いや面白い関係だと思いますよ、うん、いやでも対談とかしたらねすごいことになってしまいそうなんですけど、うん、どういうことなんですかいやなんかみたいな、向こうに、うん、私は結構違う考え方でも、うん、あそういう考えもあるんだって思うけど、うん、もしかしたらそんな考え方は古いよと思われるかもしれないです結構おじさんみたいな私考え方のところもあって、うん、男性のみたいな、うん、そういうところがあるので、うん、なんか女性強い女性像を描く人からしたら、うん、ちょっと批判的に思われる意見も持ってるんじゃないかなって私は自分に思うんです、うん、まあね、いろんなものを利用する力がある人っていうか、うんうん、そんなイメージですよね。あやちゃんが怒るようなものだって利用すればいいじゃんみたいな、そうなんです、強さがある人っていう、はい、だから、うん、そうですよね、なんて言うんだろう、水着のローンとかあるじゃないですか、うん、アイドルの、はいはい、ああいうのとかも私は
男性がそういう目で見てくるのであれば、うん、その目線を利用させてもらうよっていう側です、うん、でも多分向こうはそういう風に見られるのはおかしいっていう、うん、きちんと戦っていかなければならないという、じゃあもうそういうあの下心みたいなものは、うん、利用してそこにこびさせてもらうそれはそれ で、はい、で女子にも喜んでもらえたらベストだな、はい、みたいな、うん、程よいポジションを探して、そうです、うん、そういうのは私はもう全然受け入れてませんからみたいな、はい、やり方はそういう気はないってことですね、うん、まあでもどっちもあるから楽しいだと思います、うん、本当そうなんですよ。これがだから僕も和田さんと何度か話してそこは意気投合してるんですよね、はい、だからね、こういうのはダメだからなくせじゃないんですよね、うん、全然合っていい、ただそれぞれが好きにやればいいだけっていう、うん、そうですね、わ、うん、かりますよ、わ、はい、かる、女の子の武器使いたいそうですね、武器は使いたいですね、うん、まあ、マロマロジョーダの歌詞にもあるんですけど、うん、そもそも女の子じゃなくて自分じゃんっていうのが私の考え、うん、っていうのが、まあ、それを聖子ちゃんが汲み取ってくれて、うん、マロマロジョーダの歌詞に入れてくれてるので、うん、スマイルデイジーの後輩との関係っていうのは、はい、多少のジェラシー的な感情がありながらもうまくやれてた感じなんですか？そうですね、でもアンジュルムを辞めてからは、うん、本当にアイドルやりたいっていう気持ちは全然なかったので、うん、なんかこう素直に応援の気持ちでライブにも行っていたし、うん、まあ、やっぱりでも現役メンバーだと少し遊びには誘いにくいという部分は、うん、なんか私のせいで私と遊んでるから良くないとか思われたらどうしようみたいなのもあるし悪い影響を受けてるみたいな、そう、はい、そういうふうに言われたくないのもあるし、あとまあ休みって少ないじゃないですか、現役だと少なかったのもあって、うん、まあ、せっかくの休みにこう断れない、うん、先輩だからって断れない予定を入れてしまってもなっていうのもあって、あんまり現役メンバーと遊ぶことはないですけど、うん、でも今でもアンジュルムのミュージックビデオとか公開されるたびに見たりはします、うん、ここね、中西かななもね、はい、出てるわけで、うん、最近出たんですけど、見ました？ちょっと見ました。私のことを言ってくれてるところをリプで送ってくれてる人がいて、うん、そこを確認、はい、そこを確認しました。でもかななも結構よく会ったりします。アイアイが復帰しましたね。アイアイ、あ、相川真帆ちゃん、うん、はい、ちょっとちらっと見ましたけど、もともとなんかファッションセンスとか、うん、ズバ抜けてるなっていうのは思ってたんですよ。あんまり、うん、あの出てそういう部分が発揮されてなかったけど、うん、私服とかのセンスもすごいなと思ってたので、うん、新たな道を見つけて見つけられてよかったなって思います。ちょっと本当時代が変わったのが、それぞれがね、それぞれの道でやりやすくなったじゃないですか、はい、うん、そうですね、うん、それは本当にすごいいい流れだなと、うん、ね、YouTube なりなんなり、はい、やれる道を、うんうんうん、各自が探してこれるようになって、はい、うん、だって、まあ、それこそね、このマロパターンっていうのもまずなかったことだと思うんですよ。ないですね、うん、同じ道を歩みたい人がいるかわかんないんですけど、うん、また新たな選択肢というか、うん、こういう道もあるんだなって思ってくれてる人がいたらいいなとは思いますけど、ゾックを好きなハロメンも割といるっていうのを聞いてて、うん、そういう子たちが私が入ったことをどう思ってるんだろうっていうのをすごい思います、うん、実は批判的な意見側の人かもしれないですやっぱジェラシーになるんですか？ああ、でも私の方が好きなのにみたいな。それはでも自分が同じ立場だったらめちゃくちゃ思うと思うので、うん、それもあるかもしれない。私が入りたかった、はい、でも私の方が好きなのにであれば、多分あのマロ側の愛の方が強いと思うんですね、うん、確かに。そこのアイディア、愛に関しては多分勝てる人、うんうんうん、大森さん愛についてはっていうね、はい、でもなかなかないと、やっぱりね、その途中でドロップアウトみたいにして地下アイドルとかやるとかのパターンはあっても、うん、かっちり卒業して、はい、あのね、もう一回ちゃんとアイドルグループに入り直してメジャーデビューしましたっていうのは画期的だと思います、うん、そうですね、いないと思います。やっぱもう一度やったからには、うん、あの過去を超えたいっていうのは絶対
あったので、うん、まあ、まずメジャーデビュー、まあ、やっとスタートラインっていう感じではありますけど、うん、いいお知らせをできてよかったなっていうのはすごく思います、うん、続行誌のハロメン気になる、言わない方がいいんじゃないですかね。公式には言わないよ、はい、公式に書いてた情報で言えば、うん、あのアンジュルムの川村ちゃんがカティの本を買ってたり、うん、っていうのは公式のブログで見ました、はいはい、不走者のやつね、はい、マナカンとカワムーでしょうだそうです。あ、そうなんだ、うん、カティの本買ってたの見たってね。で、個体新人賞の2回目になるか、そこはそのパターンもあるのか、わー可能性としてはそうですね、うん、いや、それはもちろんいただけたら嬉しいですけどカワムーは藍染め惜しい、おい、ね、好きそう、やっぱね、そんなにはっきり出してなくてもね、うん、好きだったりしますよね、いろいろね、うん、でも好きそうだなとかは結構見てて思う人はいます、うん、大森さんを聞いたりとかね、はい、多分当時は浮いてたかもしれないけど、うん、だいぶちゃんとポピュラーになってきたっていうか、はい、うん、言いやすい環境でもあると思います、うんうんうん、八金の方ですね、で、個体の思い出ってあります？いや、緊張がでかすぎて、もう本当記憶飛んでるレベルなんですけど、うん、まあ、説明があったんですよ、その受賞の前に、うん、もし受賞されたグループの方は、うん、まず席から立ち上がってください、うん、で、どこどこで発表が、誰々が発表するので、うん、でステージに上がってきてくださいみたいな説明を、うん、もう全然スマイレージじゃない人たちに向けてしてたんですよ。だからあ、もうこれうちらじゃないんだみたいな、うん、って思ってあんまり聞いてなくって、うん、まあ、でもとりあえず呼ばれたら立ち上がるってことだけ覚えてたので、うん、呼ばれた時に、うん、えっと思って立ち上がることしか覚えてないから、うん、その後の動線とかも何も分かってない、はい、もう間違えて立たないところ立っちゃって、うん、でやばもう一回座らなきゃと思ったんですけど、うん、それがもう一回立ったら、うん、折りたたまれちゃう椅子だったんですね。なんでもう一回座ろうとしたら椅子がなくって、うん、もう全国放送でずっこけって、うん、アイコニックさんに心配されるっていうのが放送されちゃってて、未だに結構言われます。アイコニックが心配、はい、なんで次はきちんとしたタイミングで出る時があれば。町明さん怒ってた。そうなの。結構なんか時間が押してたんですけど、うん、私たちも自分たちが選ばれると思ってなくって、うん、でさらに動線も覚えてなくって、そうか、その辺は本当そんなガチなんですね。はい、でももったもたしてて、うん、でしかもなんかみんな一人誰が先頭に行ったらいいか分かんないみたいな、うん、まあ、子供だったんでみんなで4人で手つないで歩いてるもんだから、うん、細い道も、うん、通るのに時間がかかってて、うん、放送が終わっちゃうみたいになって早く早くみたいな、うん、でも本当すいませんでしたみたいな言ったんですけど、うん、町明さんもこっちこそせかして本当にごめんねみたいな後から、うんうん、すごい優しく対応してくださって町明は怒ってない怒ってなかったですへえ、いい話ですね、はい、全然別のグループに説明してる感じだったんですか。うん、うん、そうです。少女時代さんとかいらっしゃったんですけど、うん、そっちに話してないみたいなうちらの中で話題になって、うんうん、じゃあじゃないんだねみたいな、残念でも頑張ろうみたいな感じで行きました。へえ。あちゃきは佐藤まーちゃんにも優しかった。そうなんだ優しいです。すごい顔してたとか言われてるけど、番組のためにそうなるしか、うん、してるぞっていうアピールをね、うん、テレビで伝えるようにやったと。それでせかしてくれなかったら多分曲がまるまるオンエアされない感じになっちゃったと思うので。よくねその状況で4人で手つないで歩きますよね。いやーなんか一番にステージ登るのが多分恥ずかしい同時に登ろうみたいな、はい、で泣いてるし前見えないし、うん、はいはい、そんな感じで間もなく1時間なので、はい、このぐらいから質問コーナーで質問を拾っておこうと思います、はい。どんどんコメント欄に書いてくれたら持っていこうと思います。アポカの新体制について。え、新メンバー募集でしたっけ。ですね。いやーなんか全然そのファンの方に発表されるまで、うん、私も全然知らなかったんですけど、うん、まあ
山田さんなんでなんとかなるっしょって感じ、うん、ですね、はい、まあ、面白く転がればそれでいいでしょう、ね、うん、はい、エイベックスの印象は、もうオフィスがでかい。でかいですよね。エイベックスのあのであのお仕事があると、うん、エイベックスの水をもらえるんですけど、うん、めっちゃ写真撮りました。でも発表まで載せないようにと思って、うん、隠して、あのアベマの水みたいなやつ。あ、そうです、そうです、はいはい、いやもうミーハーになりますね。エイベックスってちっちゃい頃から知ってるところじゃないですか、うん、CM でいっぱい流れてるやつっていう、はいはい、いやもう入った瞬間にエイベックスだみたいな感じで、もう素人のような感じでもうオフィスを舐め回すように見てました。取材とか行くたびに本当にでかい会社だなと思いました、ね、はい、芸能人いるかなって、うん、やったーって感じでした、はい、最近川越さんや増田理子とは会ってる？いや、2人とも全然会えてないんですけど、まあ、連絡は取り合ってます。理子はライブに来てくれたり、ひな、うん、も加入の時に何か記事を書いてくれて、うん、であり、あとお仕事で呼んでくれたりとかありました、うん、ゾップでの作詞は狙ってる？いや、狙ってないです、全く。狙ってないんだ、うん、もう聖子ちゃんの曲を歌いたいので、うん、もうそこで作詞家としての欲はない。うん、ゾックの曲はないです。他にはまあちょいちょいお話いただいたりとかはあるので、うん、ライブとかで書く分にはいいけど、はい、ゾックの世界観を壊す気はないっていう、うん、ないです、うん、ちゃんとしてますね、はい、1時間で8000人は早いのは早いですよ。これやっぱりですか、大森さんが放送を取りやめてくれた、はい、だと思います。そこで時間空けてた人たちが見るものなくなったしって来てくれてる。大森さんのネットラジオがね、はい、あの毎回この裏の時間だったのがなくなったことで、はい、ありがとうございます、はい、お酒何が好き？ワインですね、やっぱりワイン好きですけど、禁酒してた期間はもうずっとテキーラが飲みたくて。テキーラ飲むタイプなんですね。いや、なんかもう強い酒をっていう気持ちがすごくて、うん、禁酒ってあんま良くないものだなって私は逆に思いました。よりそういう飢餓感がやばいことになっていく、はい、うん、テキーラショット決めたくなる感じの。なりましたね、一人で。家飲みでテキーラやってたらやばいですよ、相当。いや、そうなんですよね。でもなんか心配性なんで、うん、なんか常にいろんなもの揃えておきたくて、うん、そろそろ買っておこうかなって思って。家で飲むときはあれですか、ズームで誰かとつながったりとかするんですか？いや、もう全く一人で、うん、黙々とテレビを見たり、うん、あと私が結構好きなのは自分のライブのアーカイブとかを見直しながら、うん、反省点とか書きながらお酒を飲むのが結構好きなので、うん、すぐ見ますね。それはゾップだけじゃなくてもっと昔なの？昔はでも、うん、昔はもう疲れちゃってすぐ寝てて、うん、確認ってよりは、うん、なんかもう寝ること優先だったんですけど、うん、今は割と確認とかするタイプになりました、うん、鞘師さんについて復帰して、うん、舞台、うん、ちょっと読み方はわからないなんとか世界、あの末光さんのヘリウムのやつをやっていて、でもリホちゃんもすごい長い間を空けてああやって復活してて、うん、もう一気にフォロワー抜かされてやっぱすごい意識するしました。こんなにコツコツ貯めてきたフォロワー1日で抜かされるんだって思いました。これね、普通にネットニュースとかにもなってね、はい、うん、でもまあそれこそ OG の子の活躍の幅が広がってるのは素直に嬉しい、うん、いいことですよね、はい、本当、うん、なんかなんとなくもうね、一回キャリア終わっちゃうとその後は本当に余生みたいな感じの活動になりがちなので、うんうん、そうなんですよ、ね、もう一回ちゃんと受け入れてやりますみたいな人たちが増えてるのはいいことだな。そうです、うん、それなんか SNS が、うん、あのすごい普及してから私は感じるようになって、うんうん、過去の話とかってすごいいいねがついたりリツイートされたりするんですけど、それがなんかそのままで終わりたくないなってすごい思って、思い出話をしなくても今の話に需要がある人になりたいなっていうのをすごく思ったので、はい、頑張ります。今度のツンクサロン配信に福村さんが出ますが、誘われたら出ますか？かっこ大森さんもメンバー。誘われたら出ます。でも誘われてないのでツンクサロンは僕も大森さんも普通にメンバーで、はい、そうですよね、なんかツンクさんが言ってました、大森聖子さん入ってくれてるって。そして僕が何気に入ってコメントしてたらなんとなく交流が始まり、
僕が意外と配信に出るようになってるっていう。告知で見ました。そうです、僕も最近ゾクさんと LINE でつながりましたよ。わこの先道重さんと絡む機会はありますか。この対バンが中止に一度なってしまったんですけど、うん、またできるように検討してもらってるところだそうなので、うん、できることを願ってます。テレ東歌謡祭の後藤真希さんと AKB のコラボを見ましたか。見ました、うん、よかったっすね、はい、出てたとかすごい言われて、うん、誰かと間違えられてました。え、あ、そう、あの中に、はい、なぜいや、なんかすごいリプに来てて、うん、マロちゃん出てたみたいな、うん、え、出てないんですけど、うん、はい、たまにゆいゆいと間違えられることがあって、うん、それでですけど、うん、まあ嬉しいです、そんなありがたい間違い方、うん、後藤さんかっこよかったですね。そうですね、うん、先輩ですね、同じ道で、うん、圧倒的なスター感がすごかった、うんうん、ゾックとハルプロのファンに関する違いありますか。あります、結構、なんかここが違うっていうより結構まるで全然違いますね。でしょうね意外とどうなんですか、そのゾックに入ったことに対するハロー時代のファンの反応っていうのはどんな感じだったんですか。いや、新しい反応が結構多くて、うん、あんまり もともとそれをずっと応援してくれたりする方とかはリプとかでわかるんですけど、うん、全体的にどうも、うん、どう思ってるのかとかはあんまり入ってきてなくって、うん、いやでも族ではバカにされたくないですね何ですかそれやっぱりいじっていいみたいな感じのキャラがあったので、ゾックではそれをなくしたいですね、うん、ちょっと可愛らしいポジションにちゃんとつきたいというね、はい、そうです。カナヌについてお願いします。でも一番好きと言っていたので、うん、まあ、一緒に活動できる期間が短かったのは残念なんですけど、いろいろ残してくれたものとか教えてくれたことは、うん、きちんと引き継いでいきたいなっていうのは思います。山田社長に何をパシったの。パシにしたんですよね、はい、モモクロ見せろっていうのとあと何だったっけ、なんか2回パシられたって書いてたんですけど、はいはい、忘れちゃいました、うんうん、忘れちゃった。あ、でもなんか入り時間何時みたいな、うん、あの話そうみたいな感じだったんで楽屋に来いと言いました、うん、楽屋に来いアイドルがマロさん推しのことはどう思いますか。嬉しいです、うん、今のハロプロについて。いやでもハロプロも結構変わってきてるなって思うし、うん、TikTok やってたりとかみんなインスタやってたりとかあって、うん、まあ、これからもう全く内部のことは私もわからないので、うん、どうなっていくのか楽しみというのを普通にファン目線で、うんうん、すごい思います。もう、え、最近はまだライブは行ったりはしてる。はい、あの、うん、ある時は行ってますので、うん、ライブはもう、うん、一応アンジュルムのは大きな規模でやる時は見に行く、うん、行ける限り見に行くっていうのを決めているので、うん、でもまあコロナがあってムロタンの卒業は行けていないので、うん、最後に行ったのはカナナの卒業だと思います、うんうん、アップフロント歌唱法は役に立ってる。役に立つ部分はありますけど、まあ、そういうものも一度なし、うん、パーにしたいなって思ってます、うん、メジャーデビューが6回流れた話が聞きたい。それはやっぱ私が入る前からの話だと思うので、ね、まあ、詳しくはみっちゃんに、うん、聞いてください。その辺は全然もうね、うん、当事者感はないですもんね。まあそうです。でもなんか仕事の話って意外とそんなもんだと思うんですよ、なんか言う、うん、聞いては流れてとかだから、うん、でもゾックってその事細かに教えてもらえるから、うん、そう感じる部分が多いのかなと、うん、今までだアップフロントとかだったら完全決まってからじゃなきゃ聞かないから、ね、たとえ何回流れてても知らないんですけど、うん、そこの違いかなと思います。さかのぼりますが、エッグに入ったきっかけは。はもうカゴちゃんとナッチが大好きだったので、うん、それもみんなが大好きだったので私は会ってやりたいという気持ちがあって、うんうん、幼稚園の友達とかより一歩先に行きたかったの
中学校入ったらモームスのオーディションが受けれるっていうのを知ってたんですけど、うん、そこに向けてまあ自分の中で準備はしてたんですけど、うん、小学校でオーディション受けれるっていう情報を見て、うん、早く受けようと思って受けました。早めに技術身につけて、はい、後ろで踊ったりしてる方がチャンスはあるはずだっていう。そうですね、うん、まあ、でも時には後ろにいる方が遠回りなんじゃないかって思う瞬間もやっぱ研修の中ではありました、うん、けどまあやっててよかったなって思います、うん、それを思うとね、カゴちゃんとアロコン出れたのは感慨深かった。いや本当に泣きそうだったんですけど、うん、まあここで泣く、一回しかないステージで泣く場合じゃないと思ってこらえました、うんマロさんがアイドルとして目指すところは何ですか？いやーそうですね、でも今すごく思うのはやっぱ音楽を届ける、うん、音楽を裏切らないっていうことにずっと助けられてきたので、うん、アイドル、自分の中でこういうアイドルでありたいってアイドル像はあるけど、それはなめられていいっていうものではないから、うん、アイドルだけどこんなにできるんだっていうよりはアイドル音楽を届けられるアイドルになりたいなっていうのはすごい思いますし、それこそもっと何々のって言わなくても今の方が勝ってるっていうんですかね、それになりたいなと思います。でもだいぶなってんじゃないですか。そうですね、まあ、全く元のグループの活動も大きいけれども、はい、うん、もう全く前を知らない人とかもいて、知らなくてごめんねとか言ってくれるんですけど、ファンの子がいやもうなんか全然そんなことなくて、そんなキャリアあるんだねみたいな。はい、いや全然嬉しいです今を知ってくれてること。だって芸歴何年なんですか？ハロープロジェクト入ったの9歳なので、うん、ちょっと計算できないんですけど、うん、今25歳なので16年ですか、うん、ですかね、うん、でも26の年なので17年、うんと考えるとこのフレッシュさはすごいですよね。いやでも一応初めて仕事したのが赤ちゃんの時なので、うん、0歳なのでそうかキャリアで言うととんでもない。キャリアで言って25年赤ちゃんモデル的な活動が、はい、一応全然世に出てはいないですけど、うん、世に出てないですか？もうそのファンの人も気づいてないぐらいのレベル、うん、看板とかやってたんですよ一応、でも全然です、ね、看板まだ残ってる。写真はあるんですけど、今は看板はないです、全く。なんだこれ、マロさんにとって幸せとは何ですか？でもやっぱライブができること、うん、本当に綺麗事とかではなく、それが幸せだなと思いますし、うん、ライブができることもそうだし、自分が頑張ってる姿を見せる場とか環境があることがすごく幸せだなと、うん、本当ライブができなくなったことの大きさっていうことが意外とそんなに伝わってないのかなと思って、はい、表現者が表現ができなくなることの辛さ、はい、お金だけの問題じゃないんですよ、うん、そうなんですよね、うん、まあ、私はそれこそ今までブランクがあったので、うん、直接的に急にめちゃくちゃショックがあるかって言われたら、うん、今までの生活にちょっと戻りかけただけなんですけど、うん、やっぱ同じ仕事してる周りの子とかは本当に金銭的なものではなく、こうライブができない、舞台ができないってところで本当にわーってなってる子が多くて、いやそうだよなと思いました。ベリーズ工房愛語って。語りたいんですけどベリーズ工房はもう語らずとも私のミューズなので、そうです、くまいちゃんに会いたいなっていうぐらい。くまいちゃん僕一回テレビで共演しただけですね。本当ですか、うん、いや本当に大好きなんですよね私、くまいちゃんタイプなんですよね、うん、ちょうど多分指原さんとくまいちゃんの初共演の時で、指原さんがくまいちゃんに書いたファンレターを読むみたいな企画の時、うん、はい、見ましたそれ、うん、いやそのファンレターを取っておいてる、すごい昔のサッシーのファンレターを取ってるってところも、うん、くまいちゃんの人柄の良さちゃんとしてますよね、はい、そういう時にちゃんと出せるっていう。そうなんですよ、うん、ゾックっておっさんオタクいないって本当ですか？いるんじゃないですかね。いても前は圧倒的に少ないってだけですよね、うん、うん。女子率がすごい高くて。そうですね、女の子が、うん、
指原莉乃の印象は？印象ですか。いやでも、もうなんか今はじゃあテレビで見る人になってしまったので、うん、全然プライベートで会うことはないですけど、結構ツイッター好きでサッシーの、うん、なんかずっとあんなに有名になっても目線がオタクの目線をずっと忘れないでいられるっていうのが、それがプロデュース、アイドルプロデュースとかにも生かされていて、本当に来てますよね、うん、本当にすごいなって思います。オタク時代は別に認識してたわけじゃなく、はい、してなかったです推しの裏垢が発覚したのですが、こういう時にオタクはどうすればいいのでしょうか。はい、でも裏垢は内容によると思うんですけど、そうですね、裏垢は、まあ、基本私裏垢は流出するものだと思ってやってるので、やってるのでっていうのはやってる、やってたの。裏垢禁止じゃなかったし今も見るようにちゃんとっていうかやってはいるんですけど、まあ流出、はい、お察しお気持ちを察しますまあショックですけど、うん、それが素の部分っていうことで、うん、まあね、裏垢見てもがっかりしないような裏垢を作ってると、うん、すげえと思いますけどね。はい、もうあとは日記にしてもらうとかですね、自分のノートの、うんうん、ミス ID の選考委員やりたいとかはないですか。やりたくないとかはないですけど、うん、別に、はい、お話があればっていう、うん、えらいエッグに入ったきっかけを知りたがる人が多いな。いいな、うん、まだマロちゃんはチェキ会とかはやってないですが、やりたいですか。やりたいんですけど、まあその塩対応っていうかずっと言われてきてずっと言われてきたんですか。はい、人見知りなのもあるし、なんか嘘がつけないんですよ、うん、大好きって言われてみんな大好きとか言ってて、うん、でもその初めて会った人に対して大好きって思えないじゃないですか、うん、ありがとうはめっちゃ思いますけど、うん、で私はそんなにまだ大好きじゃないとか言ってたら、うんうん、めっちゃ態度悪いみたいな言われたりしてでもそれ悪くないですよ全然、はい、でもそうなんです。大好きって言われて大好きって答えて、それで向こうが本気になった時に、私は付き合えないし、うん、責任取れないんですよ、うん、って意味だったんです。しかもまだ人間性も分かんないわけですからね、はい、なんですけど、まあそういうのがあるので、うん、なんか、ね、なんかあの誤解されないようなチェキ会ができたらいいなと思います。でも、はい、あの近くで会ったことないので、うん、早くやりたいなと思います。思わせぶりな嘘とかをつくことは一切ないけれども、はい、できないんですよそれは、うん、でもまあ正直なやり取りはできるはずだなっていう、はい、うん、そういうのはお話がいいですね。やっぱハロプロは、うん、あの短かったので時間が、大好き大好きじゃないよだけで終わっちゃったりして、まあよりきつく聞こえた部分はあると思うんですけど、はい、大好き大好きじゃないよきついですね。私好きじゃないけどねとか言ったのでお話だったらまあ、うん、まあね、それも説明すると長くなるわけですよね、はい、要するにね、いやこんな一瞬で大好きって言われても私にはみたいな、 そうなんですよ。それを一瞬すごい縮めて大好きじゃないよって言ってた、はい、あの時大好きって言ってくれたのにとかなられても困るじゃないですか。はいはい、ツッコで一番ジェラシー抱いてるのは誰？私がですか？うん、私はないですけど、よくメンバーの中では、うん、カレンちゃん、ジェラシー、ジェラ染めって呼んで、うん、誰かが歌褒められたりしてると、うん、ジェラの音が聞こえるみたいなのはよくやります実際嫉妬はしてるんですか？カレンちゃん、うん、してると聞くんですけど、うん、私からしたらそんな嫉妬しなくてもカレンちゃんは、うん、カレンちゃんの成立、ね、ちゃんとした能力ある人ですけどね。ソロ曲発表するつもりはありますか？ソロ曲発表ってなんだろう。マロマロ上手リリースってことですかね。わあ、できたら嬉しいなと思います、うんうんうん、めいめい大きい舞台決まってたのがかなりなくなってしまって辛そう、うん、ウェストサイドストーリーとかも行く予定だったんですけど、うん、私も時から中止になってしまって、うん、まあ、舞台すごくショックだと思います、うん、メイメイに限らずに、ね、舞台しかりライブしかりね、はい、皆さん分かりやすく直撃受けてますからね、うん、アーリンの好きなところは？いやー、全ての動きがアーリンなところです。ディズニーランドでいうミニーちゃんみたいな、うん、ジャンプしてもアーリン、ターンしてもアーリン、歌ってもアーリン、うん、全てを自分のものにする力が、うん、嗣永桃子さんのようなものを感じるというか、そういうプロ
だなと思ってすごく尊敬します。そのなんか桃子さんのようなものを感じる、うん、ああいうマインドのアイドルがすごく好きで、うん、尊敬します。お持ちの完成度は異常ですからね。はい、最近ジェラシーが湧いたエピソードを教えてください。いや最近はねあんまりないですけど、うん、よく本人にも言うのは、うん、まあ、マロにいいねしてないのに、うん、聖子ちゃんが他のメンバーにいいねしてるとか、あのオンラインなのに、うん、ストーリーに既読がついてないとか、うん、それぐらいですかね。それはさちょっと燃やる燃やりますいいねないじゃんと思って、うん、吉田あかりがマロフォローしてるのは知ってる？あ、知ってます。あかり、アンジュルムと対バンしたいですか？あ、いつかしてみたいですね。さっしーはごちゃんにもまだ書き込むしそうなんだちょっと話題になってましたね。やっぱ流出するものであるっていうね。あ、流出する覚悟があるならやる。ナタリーで指原さんに HKT のインタビューに行った時に、はい、これ話せるんですかねみたいな感じで言いながら、冒頭の20分ぐらいがずっと裏垢の話になって、あのメンバーが裏垢流した時にもう絶対やるなって言ってんのにまたやって、私が怒ったっていう話から、はい、それをパブにつなげる天才的な能力を見ました。うん、裏垢の使い方次第ですよね。やっぱいろんな情報を収集するために見る用アカウントとかってみんな割とある、絶対持ってますよね。はい、あのアカウントないから見てないって発想が明らかに間違ってて、そうでもちっちゃい頃から私もその2チャンネル5チャンネル見てきたので、うん、ネットの怖さを知ってて、ネットに秘密なんてないと思ってるんですよ、うん、なので、うんうん、見られたくないこととかは絶対書けないですね、うんうん、最悪の場合流出する前提で書くしかないってことですよね、うん、裏が流出しないわけがないと思ってるし、うん、流出誰かに友達にさせられたとしても、うん、もう自分の落ち度でしかない、ね、うん、その人を信用した自分が悪いっていう、はい、いっぱい見ましたよねそういうケースね。見ましたね、うん、はい、でね、そうか、子供の頃からそういうカルチャーを見てきてると、まあ、警戒心も育つし、そうですね、うん、まあ、だから予期せぬこととかもあると思いますけど、その友達が流出しなくても、うん、誰かのアカウントに侵入されたら、うん、その子と相互フォローだったら、うん、自分も芋づるで行かれる。はいはいはい、大好きだよと言ってる人が次々と丸に好きって言われたら本当に好かれてるってことだな。いや、言えるメンタルの時もあるんで嘘で言ってるかもでも好きとは思ってますよ。応援してくれてありがとうの気持ちはもちろんあるの。カニョンが対応悪いイメージそんなにないです。ありがとうございます。嬉しい。にっちゃんのチェキは長い。にっちゃんはコミュ力すごい、うん、お証拠より短いで有名なくしかない確かに自己啓発本とか読みますか？いや、あんまり。どういう本読むんですか？本ですか？詩集とか読んだり。さすが作詞家。でも私、自己啓発本とは違うんですけど、それこそカティの本とか、芸能人の人の生い立ちとか、うん、スタイルブックとか大好きで、うん、そういうものは割と見ます、うん。こういうのは困るという握手会でのファンの態度とかありますか？ダメだし、説教。あされてきました。うん、されましたね。まあ、こちらにももちろん悪いところがあったと思うんですけど、うん、はい、とかあります。あとは何だろう、でもよく言うのは俺に質問あるが一番困るっていう質問してほしい。そこまで知らないからね、はい、しょうがないですよね。質問してほしいなって思います。ダメ出しってどういうのなんですか？なんか今日の MC 中手ブラブラしてたよとか、うん、とか、なんかメンバーとヘラヘラ笑ってたでしょみたいなのを、うん、そうですね、ゾックになってからまだそれがないので、うん、ないけど、昔は結構言われてました。ダ
山田さん、うんうん、山田さんに任せてくれって感じですよね。はい。あとメイク変だよとか結構言われたんですよ、うん、それがやっぱ思春期だったので、うん、すごく傷ついて、うん、自分の顔にすごいコンプレックスがあったので、うん、変なメイクだとは気づきつつもコンプレックスを隠すにはこれしかないんだっていうのがあったから、うん、まあ、それを指摘されるのがすごい辛かったけど、今はそういうこともやっぱアイドルがそれは間違ってるっていうのを言ってくれたりしてるじゃないですか、うん、だから時代は変わったなと思います。すごいですね。でもその複雑な感情気づきつつもそのコンプレックスのためにはいっていう一番可愛いわけじゃないから、うん、メイクでここまで変われるっていう、うん、希望になったらいいなと思っていろいろ模索とかしてたんですけど、うん、まあ、男性はなかなかそういうの理解できない方も多いし今よりも多かった時代だと思うので雑にね、なんか変だよ、伸びるのがいいよみたいななんかノリついてるよみたいなアイプチとかありましたそっか、アイプチの理解もなかなかないでしょうからね、うん、うん、これよく言うんですよ、アイプチの理解が本当にないからすごい気軽にね、整形したのみたいに言ってるし、そうなんです、メイクがちょっと上手くなっただけで顔いじったみたいな、想像以上にアイプチしてるんですよ、皆さん、うん、アイテイクとかそうです、すごい努力して、うん、アンジュ時代の握手は怖かったですが、今は大丈夫でしょう怖かったんですね、ごめんなさい今後ライブで共演した人は誰だろう、うん、でも一緒に前のグループで関わったことある人とか、うん、新しい形で関わってみたいし、あと新生かまってちゃんすごく私好きって前から言ってて、うん、私が入る前にかまってちゃんとゾックの対バンがあって、うんうん、わーここに入ってたかったってすごく思ったのでかまってちゃんと対バンしたいです。それは見に行きはしたんですか？行きました、はい、お忍びで、まあ、入ること決まってたんですけど、うん、バレたらいけないので一番後ろの一番端っこで、うん、なんか帽子とマスクとかして見てました、うん、もうちょっと時期がずれてたの私がここにいたのに、はい、思いました。国民的ヒーローを歌っていて私マロ以外にいいねしないようにしてるよ優しい、でもフックにはしていいです、うん、みんな口にしないだけで嫉妬はしてるんじゃないかな、うん、僕はもう基本嫉妬心はないんですけど、はい、仕事だけでは多少あるんですよ、うん、すごくなんかいい雑誌が出た時に自分がそこに参加してない時とか、あ、うん、なぜと思いますよでも大体僕は口に出していって参加したいのにとか言うとオファーしてもらって、うん、しれっとそこに入れるようになるから言ってきます。意外と隠さないですね、はい、混ぜてって言いますよ、うん、結構積極的にいいですね桃地や眉みたいなタイプに限って引退早い、うん、ビッシュと対バンしてほしい、うん、やってみたいです桃地、うん、さんのファンクラブイベントでマロめんどいと言われて桃地さんにめんどいと言われるのはなかなかの才能でもめんどくさくて分かりやすいめんどくささってよく言ってもらいます、うん、女子らしいというか、いい感じですよね、はい、うん、いい感じって思ってます、はい、うん、ピサマの印象は？ピサマすごい優しいし、うん、みんなにご飯ごちそうしてくれたりとか、うん、あとなんかウニ、聖子ちゃんウニ好きだけど、うん、ピサマはウニが食べれないらしくて、うん、聖子ちゃんと行ってあげてって言ってくれて、うん、すごいいい旦那様だなと思いました。いい旦那さんですよね、はい、本当に運命共同体感がすごいっていうか、うんうん、あれは真似できないと思いますね。そうですね、うん、いいバランスというか、うん、ね、大森さんの新曲の結婚もはい、想像以上にピエール中野の歌で、うん、はい、いやなんかこうお子さんが撮ってるのでアングルが下からなのがすごい可愛い、うん、ゾックでの自分のキャラをどう思いますか？今がすごく心地いいんですけど、ライブではかっこいい曲とかもっとロックな曲ももっと増えていったらギャップを見せれたらいいなと思ってます。相打つの話聞きたい。相打つの話はあんまり話したことはないんですけど、うん、まあ、お前に書いたことはあって、うん、
結構躁うつ気味なことがすごい直すのは大変だったんですけど、うんうん、今は特にいつぐらいの時期ですか？それはもうアンジュルム辞めるちょっと前ぐらいが、うん、まあいろいろバタバタしてたのもあって、うん、もう感情がすごいことになってて、うん、もう動けない日とか、うん、でもライブはやらなきゃいけないとか、でも やりたくないけどやるっていうよりは、うん、待ってくれてる人がいるからって使命感と何もできないのとって戦いで結構大変な時期はあったんですけど、どんどん弱りますよねその状況。はい、でも基本的にあのいい先生に出会えたので、うん、薬をなるべく飲まないとか、うん、そういうのでやっていけたので、まあ、今は特にないですね。仕事は、まあ、休んだことでなんとかうまく回った感じもあるんですか？あります。でもその話結構聞かれるんですけど、うん、自分の方法が絶対正しかったか分かんないから、ね、それぞれ多分、はい、そして病院の当たり外れというか、そうなんですよ、合う合わないもあるし相性もあるんで、隠してはないんですけど悪影響になったらあれだから、うん、ね、はい、うん、まあ、いい感じで多分ストレスもない状況になって、そうですね、うん、復活できたんでしょうね、うん、ゾックメジャーデビューするとチェキ会なくなりますか？なくならないんじゃないですかね、わかんないけど、うん、あでも今日の23時59分までランチェキ言ってるので買ってくださいどうですかね、スマイリティが誰も卒業せずに4人で活動してたら天下取ってたと思うのですが、どうでしょう？それはたまにやっぱ思っちゃう時はありますけど、うん、まあそうなってたら今みんなの今がないので、うん、それが絶対正しかったかって言われたらですね、はい、わかんないけど、多分そうだったらあやちゃんも今みたいにはなってなかったと思うんですよ、うん、そうですね、うん、結果としてはまあ、うん、今みんな大変な思いはしただろうけど、そうです、ね、それによって多分あの普通のアイドルではない道ができたっていうか、うんうん、なので今の形が一番いいのではないでしょうか、うん、と思いつつ、まあ4人がどうなってたかっていうのは、うん、なんか別の人生として見てみたい気もします ね、 ね、当然もったいなかったという思いは誰もが思いとあるだろうけれども、はい、その上でというね、うんうん、その顔のどこにコンプレックスが、いやーすごい今でこそそうやって言ってくれる人多いんですけど、うん、まあ、なんかすごいダイエットしてもしても太ってたし、うん、今よりもめちゃくちゃ節制してたんですけど、うん、全然太ってたんですよ、うん、で周りの子はやっぱまだ若くて、うん、食べても食べても太らないメンバーの中で、うん、食べてなくても太っていくとか、うん、もういろんなもの重なって、まあ、表情とかも暗くなっていくし、うん、うん、なんかそういうのはありました。そんな可愛いのに何を隠すのとかね可愛いと思うけど、ね、こんなに可愛くてコンプレックスあるんだそうやって言ってもらえるようになってよかったで、 でもそれぐらい変われた部分もあるんですよね、はい、うん、本当ね、思いますよ、単純になんだ今が一番可愛い感じになってるっていう、いや嬉しいです、うん、今が常に一番更新していきたい、うん、ゾックで一番好きな曲何ですか？いやチュープリが好きですねアイプチいじってアイドル泣かせた吉田豪っていうこれは全然違いますからね、はい、いじれっていうような指令みたいなもんですからね。なるほど一から話しますか？はい、あのラジオで共演してた地下アイドルがいて、あの私たちはすごいはちゃめちゃなんですよって言って、どんなところかって言っても全然はちゃめちゃエピソード出なかったから、うん、せめてネタを用意しといてくれって言ったんですよ。でネタ帳を作って作るって言って、ネタ帳書いてきました見てくださいって渡された中に、アイプチがどうのこうのって書いてあったから、えアイプチなんですかって聞いた子が、収録中になんか話す音が聞こえ出して気がついたら泣いてて、アイプチいじるなんてひどいみたいな、書いて渡したらいじるよっていう、はい、罠みたいな話、罠ですね僕は悪くないはず、罠にハマって。ナイスガールプロジェクトについてどのように思ってましたか？羨ましかったですね。それも、うんうん、なんでやっぱあのライブで歌ってるマイクを持ってたんですよ、うん、ナイスガールさん、うん、でその時は研修生だったので、うん、マイクも持ってなくって、バックダンサーだったので、うん、つんくさんの曲をマイク持って歌えるっていうのが、うん、
もうナイスガールプロジェクトのライブでもいいから出たいみたいなずっと思ってましたすごいですね、その各方面に対するジェラシーが。はい写真集とか出したい？出したいですね。でもなんか可愛らしい世界観で、うん、フィルムカメラとかでおしゃれなのを出したいですね、うん、なんかね、本当ゾックは全員ちゃんと出していいぐらいの、ね、うん、人たち出したいです ですね、うん、その他でイベントとか素晴らしい卒コンできた神だな、その弱ってる時にってことですね。はい、その中でのあの卒コン最高だった。嬉しいです、うん、なんちゃけ一回ソールドアウトになっててビビった。スマリージをずっと好きなところも好き。ありがとうございます。黒歴史的なものになってる部分ってあるんですか、自分の中で。いや、ないですね、うん、この活動においては、うん、まあ、それ自分の個人的なこの時のビジュアルがとか言い出したらキリがないけど、うん、活動に関しては全てに出たものは自信があるというか、うん、掘り返されても語れるし、うん、全ていい感じに自分の中で消化できてるので、うん、絶対触れてほしくないみたいなのは本当に一個もないと思います、うん、いいですね、はい、うん、その時期の私は触れられたくないが全くない。ないです。早い段階から表に出てるとそういう覚悟もできるのかな。どうなんですかね。どうなんですかね、うん、すごい褒め方してるな。4人のスマイレージは神だったけどいつまでもマロは神だよなみたいなね。嬉しい私のマロの顔も大好き。マロから見てゴーの部屋に推薦したいアイドルいますか。アイドルですか、うん、アイドルじゃなくてもいいですよ。やっぱ田村めいみはもうなんか今は女優で綺麗になんかおしとやかになっちゃって、喋ったらめちゃくちゃ面白いところが封印されかけているので、そこをこういうところで出してほしいっていうのはあります。オファー済みです。はい、でもそれこそ他のゾックのメンバーの方の部屋見たいです。みっちゃんのとかも入る前から見て、うん、すごい、あ、こんなことがあったんだとか、入る前から好きになれた部分があったので、うん、見てみたいですね、比較的そうなんですよね。ゾックに入るような人たちは口の軽い人たちが多くて、まだ解禁前だっていうのにここでバラそうとする人たちが、はい、普通にいますから、ね、僕が止めるっていうまだダメですよっていうみっちゃんを眼科に連れてってください。私が眼科でバイトしてたので、うん、コンタクトをにっちゃんに入れてみようっていうので入れようとしたんです、みんなで頑張って、うん、まあ、どうしてもここに手が来るとめちゃくちゃ目つぶっちゃって、うん、ずっと入んなくて、でも何度もコンタクト無駄にしちゃってごめんマロ本当にごめんって言いながらまた入れれなかったですね。ソフトコンタクトを入れようとしてもそうなっちゃ う, っていう、はい、なっちゃいます。あの人もっと痛い思いしてるじゃん、整形とかでなのにコンタクトはやっぱ怖いみたいです。怖いんだ、うん、大人になるほどマロは綺麗になってる。あ、経験が、うん、その初期4人が集まって20周年やれないだろうか。まあ、さそうですねつんくさんに一言。いやでもなんかこういう活動してますとかじゃなく、うん、自然と目に留まるような存在になった時にちゃんと認識してもらえたらいいかなっていうぐらいですかね、うん、自分からアピールするのではなく、はい、一応ご報告はしてはいますけど、うん、これやってますあれやってますっていうよりも、うん、パッと見た時にああれマロじゃんと思ってもらえる活動ができてたらいいなっていう。アンジュムからゾックで音域がかなり広がったと思いますが、ボイトレの内容も変わってきましたか。まあコロナがあったので、うん、ボイトレもほとんどできてないんですけど、うん、歌の難しさがゾックの方がめちゃくちゃ難しくて、うん、まあ、それは得意不得意があるので人によると思うんですけど、ですね、私はもうゾックの曲すっごい難しくて、うん、
で歌に感情を乗せることも結構に、うん、苦手ではないけど、うん、難しくて、そういうところをライブの前になんか聖子ちゃん1対1でみんなとボイトレしてくれて、うん、そこで結構あこうやってやったらここはもっと感情的に歌えるんだとか教えてもらえたので、そこでもやっぱ火はつきました。もっと頑張ろうって。またつんくさんの曲歌いたいと思いますか？思いますね。ゾックとしてってよりは一人でまた関われたらいいなっていうのをすごい思います。ゾックの曲作ってもらうのもすごいいいですけどね。面白いですけどね。つんくさんなりに解釈した、はい。横須賀の異臭は勝っていいです。今後も大森さんのサポートよろしくお願いします。こちらこそです。おかえちゃんについて、いやでも全然お会いできてないんですけど、うん、はい、会いたいですね。よくしてもらってたので、うん、なんか徐々に復活はしてるんですよね、うん、動画とか出たりとか。あ、はい、ちょっと見ました、うん、魚さばくやつ、うん、カナナの卒業ソング作詞にあたり卒業の経緯とかある程度聞いてたんですか？そうですね、卒業の前から結構お話聞いて相談とかには乗ってたんですけど、うん、作詞作曲両方やらせてもらって、うん、カナナンがなんか私に書いてほしいって言ってくれてたよっていうのをスタッフさんに聞いて、うん、で私もそこで初めて作曲したので、うん、初めてのことを後輩の卒業ソングでできていい節目になったなと思って、うん、あの対象を決めれたので、うん、とてもいい経験でした。カナナもね、あそこまで大変だったとは正直僕もここで聞くまでは知らず、うん、はい、うん、もう今はすごく頑張ってるのでまた、うん、はい、ちょっと仏像巡りしてジェラシー浄化して。ジェラシーって浄化できるんですね。しかもジェラシーがパワーになってるので浄化されちゃったら、そういう煩悩みたいなものをなくせってことですね。はい、煩悩だらけ、うん、いいと思いますよね。はい、美術館で怒らした話をマロから聞きたい。あ、なんか京都店にみんなで行ったんですけど、うん、結構うるさくて私たちが、うん、なんか一緒に行きたくないみたいな。何人で行ったんですか？4人ぐらいで行きましたね、うん、メンバーで行ったんですけど、うん、まあ、あやちゃんは行き慣れてるけど、うん、素直に他のメンバーは初めてだったので、うん、すごいとか言っちゃうんですよ、うん、はいはい、きれいみたいな、はい、それをもう恥ずかしい静かにして、もうみんなとは一緒に絶対行かないからみたいな感じで怒ってました。でも私今めっちゃ一人で美術館行くんですよ最近。なので今だったら怒らせずに一緒に行けると思います。え、ばったり合いそうじゃないですか、そんな美術館行ってたら。あやちゃんのなんかあのが行ったみたいなのが、うん、私が行った展示とかでもネットで書いてあったり、うん、まあ、これも来てたんだ。結構私暇な時に一人でフラッと美術館に入ることが増えました。まさかのね、そこで話ができる時が来るっていう、はい、まあでも私全然詳しくなくって、うん、なんか単純にこの絵かわいいなとか綺麗だなとか飾りたいなみたいな方なので、うん、まあ、教えてもらえるんだったら隣で教えてほしいですね。つまりの時 SNS で厄介予告したオタクが入場できなかった話は本当ですか？わかんないです。本人たちが個人 SNS をしてなかったので、うん、そっか、そういうとこまでは見えてない、はい、うん、ゾック入るのが決まったのはいつですか？決まったのはでも年末ぐらいだったと思います、うんうん、どのタイミングで聞いたんですか？早い段階で確認したの覚えてますよ。聞きましたよ。はいはいはい、そうですね、うん、DM で来ました、うん。まあ、ちゃんいつか来てくれるのだろうか、来てほしいな。まあ、ちゃん、ハロ時代のファンのことは覚えてますか？忘れはしないですよね。覚えてます、もちろん。にっちゃんのコンタクト入れようとする動画ください。誰か撮ってたんじゃないかな。眼科の給料教えてください。眼科は全然低賃金でしたよ、妥当なバイトのお値段で。プレゼントを送りたいんだけど欲しいものありますか？かわいいもの。
ちゃんについて。あのちゃん私会ったことないんですけど。そうか、接点なさそうですね、時期的に。国民的ヒーローを聖子ちゃんと歌ってるビバラポップを見に行ってて、うん、それもいいなって思ってました。あのみんなが聖子ちゃんとコラボするところがあって、うん、そうですね、うん、すごい三重さんとか次々と出てきて、その時まだアップフロントだったので、うん、アップフロントからは道重さんと鈴木愛理さんがコラボしてて、うん、悔しくて悔しくて、聖子ちゃんの曲をこんなに聴き込んでるのに、うん、悔しくて悔しくて、うん、悔しさのあまりにポッと出た一言が、うん、アイナ・ジ・エンド最高だったんです。よかったですね、あのコラボね。でも本当に、うん、あれでアイナ・ジ・エンドさんめちゃくちゃ好きになって、うん、その日からずっと好きです。聖子ちゃんの曲で特に辛い時救われた曲とかある？いや全部ですけど、うん、でも聖子ちゃんと歌いたいなって言ってるのは、うん、アナログシンコペーションっていう曲を二人で歌いたいなっていうのはあります。でもマジックミラーも本当に救われたので、うん、いい曲ですよね。この間、はい、歌えたのが本当に嬉しかったです。うん、本当、おみさんがすごいのは新曲がちゃんと毎回いいことですよね。うん、そうですね。あの頃は良かったにならない。うんうん、ズックとして出たいテレビ番組は？M ステ。うん、まあでもね、ABEX 入ったら全然射程圏内。いや、歌番組とか、うん、大きなフェスにいっぱい出たいですね。うん、どっかでハロプロの曲カバーするなら何歌いたいですか？いやー、全く想像つかないですけど、うん、なんだろうね、本当に想像つかない。それでは聞いてください。ゾックでおへその国からこんにちはとか書かれてる。似合わないな。最近のツンク企画で気になるのはありますか？あのつぼみ大革命さんに、あ、よかったですね、書いてるのがすごい好き で、うん、でつぼみ大革命とも私は、うん、あのライブに行かせてもらったり、うん、プライベートで遊んだり、交流があったので、うん、ツンクさんに書いてもらってるの見て、うん、すごいなって思います。カナナンがゴーの部屋のオファーを受けたときに偽物だと思ってマロに聞いたって言ってた。うん、来ました。これ偽物って言われて、いや本物だよ。マロって言葉遣い綺麗だよね。あ、嬉しいです。カナナンの YouTube とか見てますか？見てます。お姉ちゃんとの絡みとか面白くて、うん、マロのジェラシーが好き。そんなところも全部好き。見ててくれてありがとう。すごい規模が。美術どんなのが好きなんだろうって言われてますよ。どんなのって難しいんですけど、うん、クリムト展とかをメイメイと見に行ったりしました、うん、なんかああいう絵が描かれたグッズがすごく好きなので、うん、そういう展示に行った帰りにお土産でトートバッグとかポスターとかを買うのが、うん、好きで、うん、まあ、まだ全然その絵の意味を知る段階までいけてないので、うん、そこは今後知っていけたらもっと楽しく見れるんじゃないかなって思います。すごいな、あやちゃんの教育の成果があったんですね。そうですね、ちゃんと根付いた。何年越しかに来る。元面がちゃんと言ってるんだよ、美術館っていう。うん、いい話。デビューの機会にチャレンジしたいことありますか？なんだろうな。でもメジャーデビューのタイミングで髪の毛をロングヘアでいたかったっていうのが私の今までの後悔だったんですよね、うん、なので今回はロングヘアでアーシャを待つ取れてよかったので、うん、発売の時もロングでいられるように今はちょっとまたボブにしたい衝動が来てるんですけど、うん、抑えて頑張ります。ビバラの時山田さんに押されて大の字大谷のステージに出たって本当？本当です。アプガのメンバーもですかね。はい、そうです、アプガのメンバーです、う
金子理恵さんもコラボしてましたね。めっちゃ可愛かったです、キルキル、うん、ビブラポップね、面白かったんですけどね。はい、うん、僕も大変な活動をしましたけどね、7時間トークとか、ね、はいはいはい、うん、ミス ID で気になってる人いますか？上原愛さん。おお、あそこやっぱあれだけ有名なのに、うん、もう一度ああいう感じで挑戦されてるってところが少しなんか近いものを感じて、うん、もう一度、キャリアを持ってる人がそのキャリアと関係なく、はい、そうですね、感じたり、うん、なんかフォローしてくださってて嬉しくって気になっています、うんうん、意外な人名が出ましたね。NHK にゾック出たらなんか面白い。確かに、うん、にっちゃんテンテレとか出てました、うん、そうか、スマイレージが出てないのか、今しては出てないですね、うん、一応まのちゃんのバックダンサーで出たんですけど、うん、はい、スマイレージ出てないです。児玉雨子さんの作詞についてジェラシー感じてますか？いや、感じてないです。差し掛目線でカーってなったことはない？あ、ないです、ないです、うん、でもあやちょに懐かれてる部分には感じてました、うん、何それ。なんでこんなあやちょ仲良くしてんの、一緒に番組までやって。そうです、やっぱり、まあ、でもすごいです、いい関係ですよね、はい、あやちょとそういう、うん、基本は好きなわけですよね。好きですよ、うん、はい、基本は多分好きでもっと仲良くなりたいところがあるっていうか、うん、そこをなんとなく向こうがのれりくらりしている感じ。そうなんに見えます、はい。マロは文章を書くのに影響された作家さんとかいる？いや、やっぱでも聖子ちゃんとかの子さんとかですかね、うんうん、あとは、まあ、スピッツの草野正宗さんがもう大好きなので、うんうん、はい、すごい尊敬してます。うん、栗本さん結構嫉妬心とか女性関係やばい人ですよ。そう、似てるな。つむさんが新たにプロデュースするグループについて注目してますか？うん、してないわけじゃないけど、結構つむさんはフォローしてるので、うん、流れてきてチラチラ見たり、タスクハブファンかとか思いながら、うんうんうん、ショートカットの時は辛かった？辛かったです。まあ、似合わないっていうのと、メイクもよく分からなかったので、うん、それに合うメイクとかも分かんないし、うん、ヘアセットとかもどうしたらいいか分かんないまま、なんか似合わないとか結構言われて、やりたくてやってんじゃないのに、どうしたらいいんだろうっていうのがずっとありました。要はその頃は多分ビジュアル的な自信失ってる時に、はい、バッサリ髪切って顔をドンと出すんだみたいになるのも、うん、単純にしんどいですよね。はい、うん、クリムト好きならエゴンシーラも好きになると思う。見てみます、うん、ショートカットの時、髪切られた時の本当の気持ちはどうだったとか、みんな気になってるんですね、うん、本当も何も嫌しかないですね。ゴーさん、そもそもティフどのくらい見てたんだろう。現場行けないことが分かったんで、僕は無料部分を見ただけで全然ちゃんと見てないです、はい、楽しかったんですか、ティフは？楽しかったですね、出る側としては。はい、ああいうものもすごい久しぶりだったし、うん、そうですね、アイドルがいっぱいいる現場もめちゃくちゃ久しぶりだったので。6年ぶり？そうですね、5年、うん、6年ぶりぐらいで、うん、あー、かわいいなって思って見てました、うんうん。かりんちゃんについて一言お願いします。宮本かりんちゃんですか？ですよね、 DIY？ うん、DIY で、なんか素敵なステージを作ってほしいです。それで、そこでライブしたいですね。あの謎の方向性 DIY、はい、うん、かりんちゃんが作ったスタジオじゃないや、うん、あのライブ会場でやるっていう、うん、やりたい。気になりますけどね。はい、うん、山田がいるぞって言われてますよ。嘘。どこいるんだろう。山田さんどこだろう。
いたミュウがいるって書いてある。え？メンバーがツイッターのいいねなんとか見ますか？見ます、うん、相当細かくチェックしそうですよね、うんうん、作詞はどうやって勉強したの？でも森高千里さんに教えてらっしゃったスタッフさんと、うん、いろんなお題で書いてみたり、うん、曲にはめてみたりして、うん、やりました。ショートカットの髪切った時泣いてたメンバーって誰？私じゃないですかね一番嫌だった。はい、もう嫌でしたね。タイプラのオーディションって本当におでこ出してって言われるんですか？言われました。つんくさんが好きなんですよね。はい、でもあそこでためらわずに見せることがなんか合格のポイントらしくて、うん、まあそういうのも知らずに、うん、まあ、おでこ普段から子供だったんで出してたので、うん、抵抗なく。当時はだからまだコンプレックスができる前ですもんね。そうです、可愛いと思っていたんです。死ぬほど自信があった時だから、はい、全然余裕なわけですよね。一人っ子で比べられることもなくって、うん、両親にもめちゃくちゃ可愛いって言われてて、うん、自分もハロプロに入れるぐらい可愛いってすっごい思ってたので、うん、自信の塊でした。入ってから心が折れた人ですね。はい、自分のレベルっていうんですか、うん、思い知っていって折れていきました。はい、そんなわけで残り5分ぐらいとなったので告知とかありましたらよろしくお願いします。はい、告知は、あ、でも今あのライブの時に物販ができなかったので、うん、通販の方で、うん、今日の23時59分まで、うん、受注でグッズを販売しているので、うん、まだあの私のゾックとしてのグッズが少ないので、うん、ぜひゲットしてほしいなと思います。うん、あとなんだろう、ライブはまだアーカイブで見れたりするんだけど、まだ変えたりするんだね。アーカイブも今日まででしたかね、確か、うん、今日の、それも今日の11時59分までだったと思うので、うん、そうか、じゃあこの時間からだときついまあそうですね、うん、まあでも見れる限り見つつそのままグッズも買ってもらって、うん、その他決まってることは何なんですかね。あるんですけど、まだ発表ね、何を言っていいことで言っちゃダメなことかがあれなのであの SNS を見てもらえたら随時告知していきます。うん、メディアデビュービザ何度とかその他もろもろはね、はい、その後ということで、その後です、はい、なるほど、告知は、告知関係は以上。はい、はい、質問に戻りますか。はい、今注目しているアイドルグループは、難しい、誰かいたん、あ、でも私神宿さん好きですね、うん、歌が上手で聴いてます、うんうん、いきなりドンキとコラボしたから何事かと思ったよ。ドンキライブもありますね。お、応募できるやつだったと思います、うんうん、ドンキグッズはまだ買えるやつですよね。まあでもほぼ在庫がないみたいで、うん、店舗によりいけりだと思うんですけど、うん、非常にドンキ感のあるサンダルとかね。はい、めちゃくちゃ気になる。私も持ってなくて買えなかったんですよ、うん、なんで見つけたらどの店舗にあるか教えてください、はい、そして無事に1万2000人も突破し、はい、ありがとうございます、うん、アンマンは今日までで、ティフが明日までとのことですね、うん、ミュウのコメント量キモいなので山田さんが地道にコメントマロティドンキで買ったよ、ありがとうございます、食券多いな、素晴らしい、また見てよとかね、うん、はい、マロのグッズ買ったよ、ありがとうございます。心が折れた時に山田は何してたのか。そうですね、山田さんがいる時にね、そのショートカットの話とか出てるわけで、はい、はい、ドンキほとんど入荷数なかったけど厳しかった。カレンダー毎日楽しいです、ありがとうございます。そういう感じですかね。何か言い残したことはありますか。言い残したことはまた GO の部屋でたんまり喋れる歴史を作って帰ってきたいと思います、うん、なんかね、今度はぜひ飲酒しながらのりのりと話せるぐらいの、はい、なんかね、そういう状況になってればいいなと思ってますね、はい、デリケートなことがなさそうな時期にそうですねぜひまた来ていただければと思います、はい、お願いします。はい、そんなわけで次回が10月13日火曜日20時からで、ゲストは松村邦洋さんです、うん、
はい、真逆な方向に行きましたね、はい、そんな感じで本日はどうもありがとうございました。